はい、どうも。皆さんはどっちです。今日は2018年の12月24日、クリスマスイブですね。朝の5時19分です。よろしくお願いします。音声と映像問題なかったら教えてください。先ほどはどうもどうもありがとうございます。どうも。ツイキャスはやめちゃったの？ツイキャスやってるよ。ツイキャスやってますよ。その前にしてたら始まった。待機してた。お待たせ。ありがとう。来てくれて。オープニングのテーマは、ふわっち変わっちゃったなっていうことを話そうかなって思ってます。音声映像問題ない。ありがとう。俺がね、ふわっち始めたのが2016年の10月だったんだけど、めちゃめちゃいいサイトだったんだよ。どれくらいいいサイトだったかっていうとさ、もうすごいウェルカムで、荒らしも極端になくて、で、和気あいあいとしてて、もうアンチコメントとかもなくて、すげえいいサイトだったの。で、企画とかも応援してたし、アイテムもコメントも飛び交ってたし、フォロワーさんも温かくこう、リスナーさんが配信者を応援してるみたいな空気があったんだよね。で、その中からね、次第にね、閲覧取りたくて稼ぎたい配信者が増えてって、警察沙汰が今度増えたの。警察沙汰が増えていってね。で、こう、警察に迷惑かけるようなことやると炎上して、閲覧が取れるからって言って、仮想配信者が今度炎上するようになった。でも、リスナーさんは結構ね、静かに悪いことをやったらダメだよっていうさ、いうふうに言ってたんだよ。で、もう決定的に変わったのはね、俺ね、よっさん、ゆがち、ワンワン、橋本くんとか、ニコ生の大手たち、中堅大手たちが、ふわっちにね、流れてくるようになってからね、すっごくね、コメントの質が悪くなった。で、どれくらい悪くなったかっていうと、花火を投げてる人はバカだとか、リスナーがリスナーを叩くようになったし、その、リスナーが、そう、アイテムを投げて応援してる人を悪く言うようになったの。で、俺はね、もうこれは良くないなと思って、で、この半年間ぐらいいろいろ訴えかけてきたんだけど、もう俺ふわっち大好きだから、ふわっちには本当にいいサイトだと思ってるし、ふわっちが大好きなサイトだから、だけどね、もう運営さんが何ヶ月も手を打ってなくて、で、しまいにはさ、イベントとかも集金イベントばっかりになってしまってきているし、もうぶっちゃけな話、チャットレディーとかさ、チャットボーイみたいなさ、お小遣い稼ぎたくて、過疎が100万、200万稼げちゃってて、で、もうなんか配信サイトじゃないような気がしてるね。でも、なんか、だから大手の配信者さんがどんどん逃げていっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってる。俺は正直今は、ふわっちはいいサイトとは言えないとは思ってる。もうはっきり断言できるね。で、運営さんがいいか悪いかで言ったら、俺は運営さんはすごくいいサイトだと思ってんの。ニコ生の時と比べて。すごくいいんだけれども、運営さんが野放しにしちゃってる部分って多いと思ってんの。その、もう売り上げが上がってきてるから。だけど、その、有名な配信者がいなくなると、配信サイトって絶対に後からダメになるの。半年後とか。で、はっきり言って、俺、今のふわっちの運営さんのこの状態っていうのを見てると、2019年はもう落ち目だと思ってる。もうてこ入れしないと。正直もうやばいと思ってるよ。みんないなくなると思ってる。もう配信者のモチベーションがね、だだ下がり。集金イベントばっかりだし、月末になったら露骨に招き猫とか、高額アイテムの販売始めましたっていうキャンペーンやってるし、普通ね、運営さんの公式のイベントって俺、1ヶ月に1回でも多いと思ってんの。普通2ヶ月に1回とかさ、1ヶ月に1回でもいいよ。1ヶ月に3回ぐらいさ、やってるわけじゃん。それはさ、絶対良くないよね。だからね、俺はね、そういう、なんていうのかな、そういうのは良くないなって本当に思ってる。絶対ダメでしょ。こういう風潮っていうのは。だから、なんていうのかな。そこはね、やっぱり対処していかないとダメだなっていうふうに本当に思ってるね。ありがとう、定期ありがとう。
だからもう、なんだろう、いいリスナーさんがどん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 ふわっちから逃げてしまっていってるような気がする。俺は悲しいけどね。なんか、ふわっちはやめないけど、そろそろやばいんじゃないかなと思って。毎週集金イベントやっててさ、リスナーさんに対する還元がないんだもん。だって今さ、ぶっちゃけの話さ、アイテム投げてもリスナーさんにメリットないもん。客層どんどん悪くなるよ。どんどん悪くなる。いや、あのね、要は、どういうお客さんとか、どういう人、要は人数増やそうとか、売り上げ増やそうって言って、数字をね、やっぱり追いかけると、大義名分がなくなってくるんだよね。で、長い目で見たとき、それって良くないんだよ。その、今の数字を追っかけてる部分にはいいかもしんないけど、それはダメ。ありがとう。おい、ワトツー。いらっしゃい。楽しんでってください。やっぱりその辺のね、運営さんにしかできないことと、やっぱり運営さんだからこそできることを運営さんにはやってもらいたいな。じゃないといい配信者がどんどんいなくなってしまう。実際いい配信者が減ってってるとは俺は思うよ。肉食べた、美味しかった。肉食べたよ。めちゃくちゃ美味しかったね。安い肉だからちょっと筋っぽかったけど。ああ、そうだったんだ。そんねえ、ふわっち見なくなっちゃったんだ。あ、それでも来てくれて嬉しいよ、俺の放送に。ありがとね。YouTube で見てくれてたのかな。はい、わざつ楽しんでって。やっぱりそういう、なんて言えばいいのかな、やっぱ普通に楽しんでる人とか、普通に応援してる人を守ってほしかったね。俺はね、個人的な意見なんだけど、リプは OK なんだよね。俺はリスナーさん同士、こう、意見を飛び交わせるの。俺は賛成派かな。リプ金ではないかな、うちは。リプ金はない。リプ金はやらないね。ただまあ、禁止することがあえてあるとするなら、リスナーさん同士の出会いとか、イベントとか以外のリアトツみたいなもの、リアトツ企画とかやってる時だったらいいけど、一応そのリスナーさん同士の出会いと、配信中の変なリアトツとか禁止してるかな。そうそう、肉焼いてたのは彼女だよ。そうなんだよね。なんかね、リプは別にそんなに、今のところね、もしかしたら大手さんみたくリプでやめた方がいいなって思うかもしれないから、そういう時はね、リプ金にはしようと思ってるんだけど、リプは別にいいかな。リプは全然構わないかな。ただ、ちょっとやめてほしいなって思うのが、リプでね、挨拶して、リプで、私のフォローバックしてくださいっていうリスナーがたまにいるんだけど、そういうのはね、最低な行為だよね。その、配信者の枠に行って自分のことフォローしてくださいっていうのってどれくらいダメなことかっていうと、居酒屋の店主が隣の居酒屋行って、カウンターに座って僕のお店にも来てくださいって言ってんのと全く一緒の行為なのよ。だから、それは見てて、まあ、注意はしないけれども、なんか、ああ、ダメなやつ来たなぁとは思うよね。それってすごく迷惑な行為だから、それをやってる人はちょっと恥ずかしい人だなぁとは思って見てるかな。マナーのないリスナーさんだなぁと思って。いや、恥ずかしいよね。普通、恥ずかしいって気づくはずなんだけど、いや、フォローしてもらうことの大変さっていうのを知ってるわけじゃん。タイトルか、テロップ変えるね。
マナーのないリスナーがどういう人なのかっていうと、フォローをしてもらうっていうことはさ、例えばさ、この放送だったら、この放送に来てる人っていうのは、和道の話を聞きに来てる人でしょ。で、石川紀之さんの枠に行ってて、石川紀之さんの枠を見に来てるわけじゃん。で、いきなりさ、隣でさ、隣に座ってるお客さんに声かけられて、私も実は配信者でとか、私も実はフォローバックが欲しくてとか言われたらさ、邪魔だよってなるじゃん。映画とか舞台とか見に行ってて、隣のお客さんから営業をかけられたら。営業をかけるっていうのはすごい恥ずかしい行為なんだよ。そう。だって本当に面白かったらお客さんは勝手に集まるもん。本当に面白かったら噂が飛び交うもん。だから、フォローをしてもらいたかったら面白いコメントを書けるようになるとかさ、面白い喋りができるようになる、面白い配信ができるようになるように、努力するべきだと思うんだよ。俺自身は。だけど、そういうことができないから、フォローバックしてください、フォローバックしてくださいってさ、それってさ、舞台をやってる人とか、営業をしてるお店とかさ、そういう、なんつうの、ちゃんとやってる人からするとさ、邪魔な人だよね。だからね、それはまあね、正直ね、マナー違反だなとは思って見てるかな。デリカシーがないよね、デリカシーが。テキありがとう。そう、恥を知らないというか。まあね、ゆっくりゆっくりこういう啓蒙活動をやっていって、そういう部分で下品、そう、その通り、いい言葉だね。一言で言うと下品。言ってることわかる、ありがとう。だから、あと何があるかな、マナーのないリスナーさん。優しいリスナーさんいるよ、すごくたくさんいる。優しいリスナーさんもマナーを守ってる人も。だから、楽しい文化でさ、楽しむっていうことが何なのかだよね。一緒に楽しむっていうことができる人はすごくいいと思う。人が楽しんでるのを壊すのが楽しいっていう人ってさ、世の中にいるじゃん。自分だけ楽しければよくて、周りが楽しんでるのを壊すのが好きな人って世の中にいるんだよ。俺はね、そういうのは下品だなって思うし、そういうのはやったらいけないことなんじゃないかなっていうふうには思うかな。やっぱりね、複数人でさ、100人以上が集まって一つのコンテンツを楽しんでるわけだから、いろんな考え方といろんな人が集まるっていうのはわかるんだけれども、人数が多くなれば多くなるほど、やっぱりルールとかね、マナーとかを守っていかないとダメだよね。まあ、嫉妬だろうね。でもさ、嫉妬するとかって全く意味ないことで、俺が出してる結果っていうのはさ、俺が努力してきたことだし、他の俺よりも上で活躍してる人はさ、俺よりも努力してきて、俺よりもその人が受け取るべきことじゃん。俺がいくら嫉妬したところで関係ないわけじゃん。それよりも俺がやらないといけないことは俺自身が努力することだと思ってんの。だから他人を嫉妬しても意味ないよ。他人を嫉妬したとしても意味が全くない。自分が変わらなければね、結局ダメなんだなっていうふうに思うかな。定期してるけど、時々定期が空気読めてない時あるのですいません。じゃあ、任には定期がちょっとよく分かってなかっただけだよ。定期っていうのは、今来たんだけど、どういう状況って言った時に、配信者が別の話をしてる時に、その配信者に集中してもらうため、100人はさ、例えば100人が聞いてたら、話題が終わった時にもう一回同じ話されたらつまらないじゃん。だけど、今来た人のために、私手空いてるから、この人こういう話してたよってまとめて情報を伝えてあげるのよ、今来た人に。っていう意味合いが定期なの。OK。今来た人に教えてあげるってことね。
今来た人に教えてあげるっていうこと、そうするとさ、あの配信者の話題が途切れないから、そう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 、聞いてる100人が損をしない仕組みっていうことだね、そう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 、初見さんが来たら、初めて来た人にさ、例えばさ、初見です初見です初見ですってずっと来てさ、初見さんいらっしゃい、こんにちは、配信歴6年の和道です、僕は主に雑談配信をやっていて、今映画を撮ってます、こうでこうでって言って、初見って言って、あ、初めまして、ずっとループになっちゃうじゃん。で、聞いたこと、もう100人が見てたら100人は知ってる情報をずっと聞かされるのよ。10分も20分も。だから、その、生主にそれをさせないために、かつ初見さんにも楽しんでいってもらうために、やるっていうのが定期って感じかな。そういう感じ。その、今、遅れてきた人とか、初めて来た人のために、まあ、配信者がさ、話題とかがない時とか自分でやればいいんだけど、和を乱す人は本当不快だよね、わかる。だからやっぱりネットもマナーだよね。ネットもさ、マナーを守って楽しく見るとすごく面白いわけだから。俺ね、なんかね、慣れ合ってるのが変だとか、慣れ合うなとかいうリスナーさんたまにいるんだけど、慣れ合うのが俺ネットのいいところだと思ってるのよ。自分の好きな人と好きな話題と一緒にこう慣れ合うのがすげえいいことだと思ってて、で、ネットってもともと慣れ合い文化なんだよ。慣れ合い文化に向いてるツールだと思ってて、なんだろうね、なんかディスコミュニケーションっていう、相手をディスらないとコミュニケーションが取れない文化っていうのはね、なんかここ最近生まれた文化で、なんかネットってもともと慣れ合い文化だから慣れ合っていいのになぁとは思ってるね。だからまあなんか変だなぁとは思うけどね。だって楽しい人と楽しい話題してたら楽しいじゃんと俺は思うよ。そういう風にさ、やっていくのが一番いいんだよ。でも基本的にはね、なんだろう、好きなこと言って好きなように振る舞っていいんだろうけど、でもまあ自己責任だよね。そのしっぺ返しがどう来たとしてもさ、やっぱりそれが大人だし、それが社会に出るっていうことだから、アンチと言ってもアイテム投げる人を攻撃するのは一線超えてんだよ、愚かすぎ。ああ、すごくいいコメントだね。そう、アイテムを投げる人っていうのは、その配信者を応援しようと思って身銭を切ってる人なんだよ。で、アイテム投げるのをはアホだ、アイテム投げるやつはカスだって言ってるのって本当にダメなことだと思うよ。そもそもそういうことを言うんだったら、運営さんの給料とか配信者の活動自体を否定してるわけだから、そのサイトを利用すべきではないし、そういうコメントを書いてる人とかってもう、なんだろう、絶対にお金を使わない人だし、そのましてや嫉妬深い人だから、運営さんがバンにするべきだと思う。本当にそう。もちろん配信者も人間だから間違いがあるし、反対意見を受けてしまう行動を取ること絶対あるじゃん。絶対あるじゃん。だけど、アイテム投げる人を攻撃するっていうのはもう度を超えてるよね。もう本当に下品だよ。間違いだよね。だってさ、そのアイテム投げたら損をするっていうのはさ、意味がわかんないじゃん。お金を使えば使うほど嫌な気持ちになるんだったらもういいやってなるじゃん。そういういい人がいなくなったら、稼げなくなって配信者も移動するでしょ、稼げるところに、いい人が集まってるところに。今度そうしたら運営さんが、サイトが潰れるんだもん。全然負のスパイラルなのにね。
まあ自分が良ければいいんだろうな、多分な。そう。配信者がね、間違った時には指摘をするのは俺は正しいとは思うけど、何でもかんでも人の話聞かないで何でもかんでも叩けばいいっていう。自分の嫌いな配信者を応援してるやつは敵だって考えてる人がいるっていうのは、俺はね、ちょっとひどい文化だなぁとは思うね。ひどい文化だなぁとは思う。もともとね、下品なサイトじゃなかったんだよ、こんなに。すごくいいサイトだったの。だから、途中からおかしくなったんだよね。2年前じゃないね。ここね、9ヶ月ぐらいだね。俺が、まあ言ってるのはね、よっさん、ゆかち、野田ゾーリ、ねるさんとか、ニコ生系ワンワンとかさ、あの辺がドカッとふわっちに入ってきたタイミングで、おかしくなった。いや、ニコ生系のリスナーがそういうことを始めたね。ふわっちめちゃめちゃあったかいサイトだったから。でも、それが好き、要はニコ生が嫌いで、そういう文化が嫌だって言ってて、大人が集まってたサイトだったから、すげえおとなしかったし、すげえ温厚だったんだけど、もうそういう人たちいなくなっちゃったよ、ほとんど。だからもう、なんか正直言って、まあニコ生もダメになったじゃん、ニコ生は。もう誰がどう見てもダメになったけど、そのダメになる前のニコ生にすごく似てる。ダメになる前のニコ生に。超そっくりだね。そうそう、自己中なんで子供なんだよね。子供。ね、配信者の潰し方が進化したって思ってるじゃん。こんなのじゃ配信者潰れないよ。ただ、嫌なサイトから移動するだけ。本当に、合うサイトに移動するだけだから、サイトが潰れるだけ。配信者が潰れるっていうことないよ。だって配信者、ただボタンを押してるだけなんだもん。でしょ？配信者がさ、ボタンを押してただ喋りたいこと喋ってるだけだから、潰すも潰れるもないもん。サイトが潰れるだけなの。最近配信長いね。まあ忙しくない時はなるべく配信やってるからさ。ね、同じ空間にいる人で和気あいあい楽しみたいよね。じゃあ次のテーマ、配信は仕事なのかどうなのかってことに語ろうか。次のテーマはじゃあ、配信は仕事なのかどうかについて語るけど、はっきり言うね、お金は稼げるけれども、俺は配信は仕事ではないと思ってる。で、法的なことを言うんだったら、個人事業主登録をしてるのであれば、配信は法律的には仕事だけど、概念的には俺は仕事ではないと思ってんの。仕事にするべきではないと思ってんの。それはね、芸人さんが仕事なのかっていう考え方で、芸人さんは俺仕事じゃないと思ってんの。タレントとかアーティストとかっていうのは。で、遊びが仕事なわけじゃん。遊びで金稼いでるだけで。で、配信は仕事ではないと思うよ。ただニートとか無職ではないと思う。もともとさ、人気商売の商売って全部そうだよ。絵描きもさ、絵描いててさ、好きだからやってるわけじゃん。で、売れたら売れるけど、基本貧乏なんだよね。だから、配信とかもそうだと思うよ。基本貧乏で、で、売れたら金が儲かるっていう人気商売でいいと思う。スポーツ選手はミュージシャンは俺は遊んでるに入るかな。
配信者と一緒だと思う。だから配信者が仕事じゃないっていうんだったら芸能人も仕事じゃないはずだし、俺はスポーツ選手とかと配信者はやってること一緒だと思ってる。芸事で飯食ってるやつは全員、いや、それで金を稼いでるわけであって、だけど人類が進化したんだよ。もうね、仕事って何なのかって言ったら、狩りと狩猟と、お米の生産、食料の生産とか、食料問題が克服して、暇になったから遊べるようになっただけだと俺は踏んでるけどね。だってニートとかって、そう、貧乏な国じゃ生まれないもん。だから日本が豊かな証拠なんだと思う。だから先進国のさ、アメリカとかさ、日本とかヨーロッパとかが、暇になったんだよ、簡単に言ったら。だって普通にアルバイトするより配信やってた方がお金稼げるんだったら普通にやるでしょ。みんなだってそうじゃん。だったらそれでいいじゃん。それでお金が回ってるんだったら。俺だから楽しいからやってるだけで、配信が仕事だとは思ってないよ。ただ配信でお金を稼いでるだけであって、配信で遊んでるだけですよって。ただ、でも遊んでてお金は稼がせてもらってますよっていう。で、それでいいと思うよ。だから配信は仕事じゃないけれども、好きでやってることだけど、それで生計を立ててますって。だからさ、アルバイトとかパートタイマーとかさ、正社員とか契約社員とか、俗に言われてる普通の仕事っていうのとはちょっと違うよね。自己責任だから全部。だけど、何て言うの、配信する時間も自分で決めるわけだし、配信する内容も自分で決めるわけだし、それで飯食えなくなってホームレスになっても自己責任なわけだから、だからまあ仕事ではないよね。と俺は考えるかな。そういうふうに考える。あ、延長するので、アイテムお願いします。延長します。寝れないから配信してくれるのは嬉しいですけどね。ああ、全然。だから、俺はよく言ってんだけど、俺の役割って何なのかっていうと、みんなの暇つぶしをするんだよって。お金がかからないで見れるわけじゃん。例えばさ、ありがとう、バーガーありがとう、16号さん。例えばさ、寝れないからって言ってさ、遊びに行ったらお金かかるけれども、部屋の中でさ、配信見てる分にはお金かかんないでさ、寝るまで時間潰しができるわけだから。で、生産性は確かにないよ、配信やってても。だけど、やっぱ人間だから人寂しい時とかさ、人の声聞きたい時ってあるじゃん。だから俺もさ、作業やってる時とかラジオ代わりにさ、配信見るし、だからそういう時はさ、アイテム置いていって延長代だけ、自分の参加料でチップだけ置いていくようにしてるんだけど、それでいいんじゃないの？それでいいと思う。暇つぶしのプロだよ。暇つぶしのプロ。暇を潰す、楽しく暇を潰せる男になりたいね。楽しくみんなの暇を潰せるように。体型ちょっとふっくらしてきた。ちょっと太ってきたね。今度ね、捨て頃あるから減量しないとなとは思ってるんだけど。風船100個ありがとうございます。33号さん、
ああ、じゃあ次、糖尿になったのかどうか。糖尿病について語ります。ここ半年ぐらいね、なんかおかしいなって思い始めたのは、捨て頃が終わった頃ぐらいだったんですよ。捨て頃終わって2ヶ月ぐらいだから、今年のね、8月ぐらいから、ほら、捨て頃6月だったでしょ。で、運動ずっとやってたじゃん。毎日5キロのロードワークやって、で、ジム2時間ぐらい行ってとか、運動をしてて、ご飯ももりもり食べて、体重も増やしたけど、肩こりはなくなるし、体も締まっていって、すごく体調が良かったんだけど、2ヶ月ぐらい経ってもさ、運動しなくなってご飯の量は変わらないわけですよ。で、おかしいなって思ったのが、寝ても寝てもね、体の疲れが取れなくて、で、体調がすごく悪くて、気だるい感じで、なんかドヨンとしてたり、頭が回らなかったりするっていうのが多かったの。疲れが抜けないっていう。で、運動してない日なのに、夜寝るとき足がつったりしてたの。足がつるつるつるって言って。で、体が硬くなってたりとか、あとね、カメラを撮影しに行ったら、隣の人は寒くないって言ってるんだけど、俺だけ寒かったりとか、やたら。で、おかしいな、おかしいなって思ってたら、リスナーさんがね、それ糖尿病の初期状態なんじゃないのってずっと言ってくれてて、糖尿病なのかなって。でもそこまで太ってないよなとは思ってたんだけど、昨日便所太郎さんにね、便所太郎さん今糖尿病だから、相談したら、あ、それ糖尿病の、初期症状だよって、もう完全にって。で、村野さんっていう人がいるんだけど、村野さんも、あ、それ糖尿病の初期状態だから、ウォーキングと、食事制限しないとダメだよって言われた。だからね、薬が必要な段階ではないんだろうけど、ちょっと糖尿病の気はあると思う。糖尿病は。だから運動してね、ちょっとご飯もね、玄米に変えて少し量を落として、で、甘いものやめた。まず、ジュースをやめるっていうことと、スイーツと、そういうのやめていかないと、もう年だから、血圧は低血圧なの。もう家系なの。すっごく低血圧の家系で、ばあちゃんも母ちゃんもびっくりするぐらいの低血圧の。医者とかも、あ、あなた長生きするよって言われる。血圧の高い人って病気になりがちで、低血圧の人って長生きする傾向にあるんだって。医者の人とかもね、絶対言う。で、長寿の家系ではあるのよ、母方は。血圧は異常に低い。そうそうそう。だから早い段階で気づいたから、健康診断行かないとね、年だね、もう30代だから。いや、だからね、エナジードリンクとかね、飲みすぎなんだよね。コーヒーだから、ブラック好きだから、もうこれとお茶と水だけ飲むようにしようと思って。あとね、水分を取るのがやたら多かったんだよね。1日もう6リッター、8リッター余裕で飲むから、喉が渇くんだって、糖尿病になると。で、あと頻尿って言って、トイレに行く回数が8回以上の人は糖尿病の疑いがあるって。もうだから全部当てはまってるんだよね。エナジードリンク体に悪いらしいよね。だからね、そこはね、気をつけてますね。年だよ、年。やっぱ20代とかってさ、何食っても別に病気にもならないし、怪我もしないってなるから、あれだけど、30代になってからね、本当に体が全然変わった。で、40代になったらもっと肩が来るらしいから、今のうちにね、気をつけておかないと。そうだね、節制すれば治るレベルっていうか、その薬が全然必要ではないレベルって言われたね、便所さん曰く。ただ、もうそれあと半年続けたらもう、
ダメになるよって。だから今のうち対処しなって、俺みたいになるよって、よっさんとか俺とか金梅さんみたいになるから今のうち直しなって言われた。血圧とね、糖尿病は関係ないらしいよ。血糖値の問題だから。要は、血液中に糖分がどれくらいあるかって問題だから。コンティニューコインありがとう。いつもありがとね。ねえ、いつ死んでもおかしくないからね、人生はね。なんか、俺の予想なんだけど、長生きしそうだなとか思うけど。食べ物はね、ご飯1.5合、丼1杯に、なんかお惣菜、おかずとか山盛り食べて、で、その後にスイーツあるじゃん。なんかモンブランとかシュークリームとか2つぐらい食べて。で、ジュースとか、まあコーヒーが多いんだけど、それでも別になんかピルクルとか2、3本飲んで、みたいな。それが1食で。で、寝る前もそんな食事してたから、それ糖尿病になるよな、みたいな。そう。糖質っていうのは炭水化物っていうのと、砂糖が入ってるもの、糖がダメ、それやばいよね。よくよく考えたらそれは糖尿病になってもおかしくないわっていう食事してたから、いや食いすぎだよね。ちょっとあと早食いだから血糖値上がりやすいから、ちょっとね、野菜食べるようにしてるよ。野菜食べるようにしてる。まあでもまだまだインシュリンとか必要な段階ではないから、確実に。よっさんは、まあ昨日歌うま選手権、おととい歌うま選手権あって楽屋でみんな話題にしてたけど、むくみとかあるよ。むくみもある。噂してたけど、よっさんはもう本当に死ぬレベル。冗談抜きで、本当によっさんと金梅さんはマジでやばい。金梅さんはわりかし結構ギリギリまで気をつけてる方なんだけど、酒だよね。俺は酒飲まないからまだマシだけど、お酒はもうさらに血糖値上がるから。今体はどんな状態？身長170で体重73キロだからちょっとデブだね。10キロぐらい絞らないとね。予算はね、インシュリンの手前の注射だね。で、1月にこんな生活続けてるんだったらもうインシュリン打つって言われてるらしい。だからもう本当にインシュリン打ち始めたらもう10年以内に死ぬって言われてるんだよね、確実に。だからもう糖分解できない体になってるから、もう薬が始まったらもう終わり、ゆっくり死んでいくっていうだけ。見た、ツイッターでまとめてるの見たね。じゃあ次の話題、よっさんとゆいがさんのね。よっさんとゆいがさんの事件についてなんだけど、競馬の企画があって、暗黒放送の横山みどりさんので、大手配信者が集まって野田ゾーリとかで、よっさんがゆいがさんのことをニコ生で配信してるゆいがさんのことをバカにしたんだって。で、どういうふうにバカにしたのかっていうと、まあよっさんがいつも通りゆいがさんに対して立ち見えしか出ない過疎生主の分際で偉そうにすんなよみたいなことを放送で言ってたんだって。で、その立ち見えっていうのはさ、ツイキャスとかフワッチの人知らないと思うから説明するけど、ニコ生の仕組みって500人しか枠を見ることができないので、500人以上入ると、アリーナっていうところから立ち見えっていうのを移動させられるの。要はね、コメント欄が500人共有できて、で、弾かれると立ち見 A に行くと立ち見 A が今度500人になるの。だからコメント欄が500人ずつに分けられてるっていう仕組みなの。そう、だからみんなアリーナ席っていうのに入りたい。だから有料、月額有料課金になると優先して入れるようになる。そういう仕組みなのね。だから500人でアリーナ、500人で立ち見 A。だから閲覧、500から1000までを立ち見 A。で、次、立ち見 B、立ち見 C って言って、500人ずつ追加されていく仕組みなんだけど、要は、
1000人以下の人は立ち見 A っていう状態なんですよ。閲覧1000人以下の人は。だから1000人以下しか人を集められないから、よっさんはね、立ち見 E とか立ち見 G とかだから3000人ぐらい集めるから、ゆいかさんのことを人数集められないってバカにしてたのよ。で、揉め事になって、ゆいがさんが企画に乗り込んでよっさんのことボコボコにするっていう、そういう事件があったんだけど、あれをどう思うっていうかだよね。あれをどう思う、ゆいがさん喧嘩やっぱ慣れてるなっていうふうに思ったね。すごいやっぱいやよっさんのことフルボッコにしてたんだけど、まあ運動神経良さそうだなっていう、むしろ捨て頃出てよっていうのが俺の考えかな。もともと捨て頃っていうイベントって、あのゆいがさんが便所太郎さんにボクシングでチャレンジしたい企画として、ゆいがさんが便所太郎さんに挑むっていう、ボクシングで喧嘩をするっていう企画をゆいがさんが立てたので、便所さんがそれ企画面白いね、やりましょうって言って2人でやることになったので、その後に便所さんがこれは閲覧取れるから面白い企画だからリング借りて本格的に客入れてやろうって言い始めたの。そしたらゆいがさんが拗ねちゃって、いや俺の企画なのに何勝手に金儲けとかやってんだよって。ゆいがさんはそのお金儲け配信でやるの好きじゃなかったから、何勝手にイベント化してるんだ、俺やらねえよって言って始まったのが捨て頃だったのよ。でプライベートでぶん殴り合いするんだったら捨て頃に出た方が良くないっていう、もともと捨て頃のコンセプトっていうのは、配信中になんか警察沙汰になるような殴り合いするぐらいだったらどっちが強いのか白黒つけようよって、正々堂々お客さんの前でスポーツをしてやろうよっていうのがコンセプトだから、うん、だああいうことするんだったらゆいがさんはリングに上がるべきだと思うんだけどな。そう思いません皆さん、うん、有料でもアリーナから追い出される可能性はあるのか、あります。有料のリスナーさんがアリーナに入っていっても、有料の人が500人いっぱいになったら早いもの順です、だからあのニコ生はそういう仕組みですね。パンチは軽そうだった。パンチの重さは体重に比例するからね、まあまあそういう事件がありましたよ。ゆいかさんとよっさんが喧嘩するっていう。まああとね、よっさんはね、あの歩けない障害を持ってるからね。まあまあ弱い者いじめにはなっちゃうよな。便所さんはね、捨て頃ワンの時の儲けが170万とか言ってたかな。170万ぐらいだって言ってましたね。だから今200の DVD の売り上げとか考えたら多分200万ぐらいは稼いでるんじゃないかな、1回のイベントで。多分1回のイベントで200はいってると思いますよ。売り上げっつうか利益か。和戸監督の監督の名前は肩書きではないです。あの水道橋博士と同じでコテハンです。水道橋博士っているでしょ、あれと一緒だから。俺が映画監督になったら肩書きがついたら和戸監督監督作品になるから、わかる？和戸監督っていう名前なの。お茶の水博士とか水道橋博士の博士はあの肩書きのじゃないでしょ、和戸監督っていうコテハンだから。スラムダンク大好きですね。俺便所さんから怒られたことって一回もないけどな。
便所さん怒らせるな、また便所さん怒らせるなとか言われてるけど、俺便所さんに怒られたこと一回もないと思うけど。一回もないですね。ゃあ次のテロップ、映画制作について語ろうか。そうだな。脚本書くっていうか、俺文章を書くのがすごい苦手なんですよ。あ、コンティニューコインありがとう。だから、なんて言えばいいのかな。脚本書くのはすごい苦手ですね。でもまあ、やらないとなぁと思ってて。脚本家いないからな。いない分、インディーズで映画作る分には、だから、何でもかんでも自分でできるところを覚えていってやらないといけないなっていうふうに思ってる。ああ、ぜひぜひ3点セットよろしくお願いします。久しぶりだね。元気だった？ありがとね。3点セットよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。だから、まあ、なんだろう。まあ、カメラも照明も音響も役者も脚本も、本来は専業分担でやってくんだけれども、インディーズの場合は全部やってかないとしょうがないかなと思ってる。会話の方が得意ですね。会話の方が。部屋の照明渋い。ありがとうございます。作品のプロットは出来上がってるんだけれども、脚本はまだ出来上がってないですね。脚本は出来上がってないです。サイコパススリラーじゃないね。ジャンルはね、サイコサスペンスっていうジャンルになるんじゃないかなと思ってるね。サイコサスペンス。便所は和道は不義でしないから好きって言ってたくらいだからな。俺ね、便所さんにすげえ可愛がられてるんだよね。別にね、可愛がられてるからどうこうじゃなくてね、俺ね、便所さんのライフスタイル結構憧れてる部分あるんだよね。なんかね、なんだろう、すげえ自分のやりたいことの上位互換だなとも思うし、俺、便所さんが捨て頃やったっていうことってすごいことをやったと思ってて、なんかさ、配信者って、まあ、じゃあ、便所太郎について語る。便所太郎について語ると。便所太郎さんが、なんで好きなのかっていうと、配信者で俺が嫌いなところね、配信者、ダセーなっていう思うところがいくつかあって、閲覧自慢、フォロワー自慢、フォロワー人数自慢ね。あと収入自慢。あと俺すげえっていうの。そういうところが大嫌いなの。なんかすっごい狭い世界で、なんかフォロワーの人数が多いとか、社会人からしたりとか一般的な人からしたらどうでもいいだろ、そんなことっていうことを。さもなんか鬼の首取ったかのように自慢する人がいるの。俺は大手だとか。俺そういうところ昔から大嫌いで、なんかいくら人数が増えてもそういう人間にはなりたくないなってずっと思ってたんだけど、便所さんがなんで好きかっていうと、そういう狭い世界の中で、そう一番取ろうとしてるんじゃなくて、もっと大きな配信全体を見てて、なんかね、その輪を広げてこうっていうか、配信を知らない人に配信興味持ってもらおうっていう運動をずっとやってるから、だからそういうところがすごいかっこいいなとか思ってて。だから便所太郎さんが捨て頃っていうイベントを始めたわけじゃないですか。で、捨て頃始めてからやっぱ格闘技に精通してる本当のプロの人とかが配信始めたりっていう流れを、大きな流れを作ったから、あれってすごいかっこいいことだなって。便所さんがそれをやらなかったら、多分格闘家の人とかが配信とか
そういう文化に興味持つことなかっただろうなと思って、俺はそういうところなんかかっこいいなと思ってるんだよね。あとね、なんか便所さんがかっこいいなと思うのが、そうの好きなことやってて、やっぱり自由になんかこう自分の好きなことを表現してるっていうのがすごくかっこいいね。人は人、俺は俺っていう風に割り切ってて、なんか誰かの真似事をしてるんじゃなくて、自分のやりたいこととか関心のあることをみんなに表現してる。本来の配信のあるべき姿をやってるなと思ってて。だからそこはなんか俺、便所太郎さんのすごい好感なところだなっていう風に思ってるかな。で、便所太郎さんにはすごい可愛がられてますね、昔から。まあね、俺の場合全然便所さんみたいに大きなことは何一つできてないんだけれども、まあなんか便所さんがちょうど40代ぐらいだから、40歳とかだから、40歳に自分がなった時にああいう風になりたいとも思うし、今の便所さんを超えられるような大きなことがしたいなと思って活動はしてるかな。それが一番恩返しになるかなと思ってて。で、便所さんは便所さんで50代に入った時にまた大きなこと、さらに大きなことやってるだろうから、まあなんか年齢だよね。その人がその年齢の時にできてることが自分ができてるかどうかっていうのは意識してるかな。今33だから、あとね、6年7年あるわけだから、6年7年かけて今便所さんがやってること超えられるようになれたらいいなぁなんて思ってますね。あ、ふわっちの方延長します。中西マンとは会ったことないですね、僕は。中西マンとはお会いしたことはないです。配信経験で言ったら、同期。配信的に言ったら、便所太郎さんは同期ですね。ただ、便所太郎さんはニコ生のリスナー4年とかずっとやってて、リスナーだったんだよね。だから、のりことも、オフ会、なんか同じ放送を見てたとか、なんかそういう関係で、なんだっけ、仕事するさんっていう人のリスナーだったのかな。俺ちょっとよくわかんないんだけど。で、配信者に君面白いから配信やった方がいいよって言われて、ツイキャスで配信を始めたんだよね。もともとニコ生のリスナーだったらしいよ。トラックの運転手やりながら、リスナーやってて、コメントが面白いから君配信向いてるから配信やりなよって言われてやってみたら売れたっていう。もともとサラリーマンでしょ。コメントのね、センスがいいから配信向きとは限らないけど、やっぱりその、なんだろうな。あ、そこはあんま関係ないんじゃないかな。コメントを書く腕はコメントが面白くなるだけだから、どうなんだろう。配信論、配信者に向いてる人、書こうか。配信者に向いてる人って、よくリスナーさんがよく言うの、トークスキルがないととか、顔とか可愛かったりイケメンだったり若くないとできないとか言われてるけど、なんだろう、俺はね、
配信者に向いてる人はキャラクターが尖ってるかどうかだと思ってるんだよね。喋りが上手いか下手かはあんまり関係ない気がするな。キャラクターが尖ってるかどうか、面白い発想ができるかどうか、面白いこと言うっていう技術は後からつけることはできるんだけれども、それってやっぱ限界があるんだよね。なんかお決まりのパターンの返しとか、不測の事態が起こった時に面白いこととか言えないから、だからもともと面白い人間にだった方が向いてると思ってて、やっぱ天然系の人には勝てないなっていう風に思うんだよね。喋りが下手だけど面白い返しができる人とか結構いるから、だからなんだろう、キャラクターが強い人が俺は配信者に向いてると思う。お疲れ様です。顔丸くなった？そう、太ったんだよね。エセアカがダメな理由は、俺エセアカ自身はキャラクターと分かってて面白いと思ってるんだけど、なんでダメになったのか、もう理由は簡単。エセアカってボケキャラなの。でも、リスナーが突っ込むと、ボケキャラなんだけど、本人嫌がるの。だから突っ込ませないの、リスナーに。で、誰かとコラボをしてるとすごく引き立つのよ、エセアカは。だから天然でボケキャラだから、ツッコミ役みたいなのがさりげなくいると、エセアカの可愛らしさとか面白さがどん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 引き立っていつも行くの。だから誰かと一緒に配信をやってるとエセアカってブワーって伸びてくんだよ。だけどピンの放送だと、そのいじられたくないのにボケキャラっていうのが裏目に回って、なんか面白いエセアカのいいところとか、エセアカのなんだろう、面白いところみたいなものがどん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 潰れていっちゃうから、エセアカは誰かとコラボ配信やったらまたバーンって伸びると思う。それが俺の予想。ただエセアカってもともとニコ生の大手配信者だったから、今の状態で誰か有名な人と絡むっていうの嫌なの。閲覧が伸びてから誰かと絡みたいって思ってるはずだから、ちょっと今エセアカ苦しいだろうなっていうふうには本当に思ってるかな。エセアカ今苦しいところだろうなっていう、そうそうそう、焦ってるんだと思う。いやでも辛いと思うよ。もともとだって2000人とかさ、1000人とか余裕で集める配信者だったのにね。え、いや偉いでしょ。それでもひたむきに続けてるわけだから、諦めないで自分の放送を続けてるからね。そうそう、突っ込んだらブロックしちゃうっていうか。でも俺はなんかやっぱりエセアカ、俺がニコ生始めた頃からずっと閲覧多い大手だったから、やっぱり復活してほしいなと思うよね。おはよう、おはよう、よろしく。ありがとう、26号さん、ありがとう。後ろのね、本棚、突っ張り棒で天井にグッて突っ張ってるから、逆に地震の時強いと思うよ、これ。天井が崩れてこないから、突っ張り棒があるから。逆に耐震補強の素材になってるから、逆にいいと思ってる。これがさ、天井に突っ張り棒ないタイプだったら、バーンって倒れてくるけど、これくらい
天井まで高い本棚だから突っ張るんだよね。あのギューって押さえてんの。なんで閲覧150人もあるの？なんで150人が来てるから、150人が来てるからですね遊びに来てるからです。なんでかは分かりません。長くやってるからじゃない？6年もやってるからじゃないかな。死にたいなって思うのは鬱なんですか？病気じゃなくてもそう思ってしまうこともありますか？今まで人生、まあ20年30年生きてると仮定して、みんながね、一回も死にたいと思わない人って結構逆に頭おかしい人だと思ってるんだよ。150人いてほとんどの人が人生一回ぐらい死にたいって思ったことあるでしょ。ましてや俺よりも多分年齢上の人が多いから、30代40代の人多いから、みんなあると思うんだよ、死にたいなって思ったことって。だから別に変なことではないですよ。ただそれが半年続くとか1年間続くとかになるとうつ病だと思う、いやあるよね。普通に生きてて辛いこと、悲しいこと、理不尽なことっていっぱいあるよね。なかなか理解してもらえないこととか。だからその死にたいと思ってんのがどれくらい続いてるかじゃん。何ヶ月も続いたら病気だと思うから、それは医者に行った方がいいと思うけど。どれが言ってたけど、和道は間違いなく水増しだって。お前に言われたくないわ。お前にだけ言われたくないわ。どの口で言うんだよ。お前だわ、お前。お前が言うなよ。どの口が言うんだよ。はい。水増しじゃないですよ。はい、水増し、こんな中途半端な水増しやらないよ。150人見てます、見てます。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。いや、ドレさんには言われたくないでしょ。まあ、正直言うと、ドレさんと俺は、まあ、抱えてるリスナートントンぐらいだと思うよ。ちょっと向こうが上かな。ちょっと向こうが上で、俺とランハゲさんとドレさんは、そんなに人が集まるトークスタイルじゃないと思ってて、好きな人が、まあ、見に来るっていう感じだと思うけど。あ、まあまあ、リスナーがやってるんじゃない？俺全然ツールとか使ってないよ。っていうかコメント全然あるじゃん。うん、ツイキャスだって昨日作ったアカウントだよ、うん。昨日作ったアカウントでもうレベル18だよ、俺。普通に見てる人いっぱいいるってことじゃん。逆になんか水増しやるんだったら300とか1000とかやるけどな。いや、同時閲覧でしかもこの人数キープできてるってことは、リスナー分散させてもこのキープできてるわけだから、閲覧安定だよね、うちは。あ、じゃあ東京の街の魅力について語りましょうか。東京という、あ、コンティニューコインありがとう。まあ東京について語るんだけど、まあ僕の生まれは千葉県成田市っていう田舎町なんですよ。成田っていうとさ、空港があったり成田山っていう超有名なお寺があるから。成田山ってどう有名かっていうと、日本の参拝あるじゃん、初詣ので、2位とか3位とかなんだよ。明治神宮、川崎大師、成田山のこの3つの神社で争ってんの。だからね、1月の参拝客だけで300万人ぐらい来るのかな。だからすごく都会だと思われてんの。
成田山があるし空港があるから。だけどもう本当にあの超田舎町なんだよ、実際住んでみると。コンティニーコインありがとう。で、あの東京に俺は憧れたことはなかったの。東京に住みたいとか東京に憧れて上京しようじゃなくて、なんかこののほほんとしたさ、富里が隣町だね。富里はだからもう10分歩いたらあの道路越えたら富里みたいな。っていうよりも成田っていう町って、実は成田の駅前って富里市なの。だから富里と成田市と富里市の狭間に成田駅があるから、だから富里に住んでる人ってあの成田とか言うんだよね。あのナーボーとかも成田出身とか言うでしょ。ナーボーは思いっきり富里、三里塚だから。あの日吉台とかそういう町があるんだけど、もう成田の駅降りたら富里でもあるんだよ。まあまあ富里ではないんだけど、成田っていうところの生まれなんだけど、東京という町の魅力か、俺ね東京嫌いなんだよ。あの人間が薄情だし、あのこんなコンクリートジャングルで何にも楽しくないから魅力はないね東京。ただ何がいいかっていうと、日本中の一流のビジネスマンとか一流って言われてる芸能人とか、いや簡単に言うね、簡単に言う、東京は金持ってたらめちゃめちゃ楽しいぞ。金持ってたら楽しいよ。ただ金がないと何の意味もない街なの、この街って。物価が高い、遊びもお金が高いの。とにかく金持ってたら楽しいよ。ただ貧乏人とかからするとすごく冷たいし、なんだろう、すごく人間的じゃない街だから、白状っていうかあったかみがないから辛いよ生きてて。だから新宿とか世界で一番住みたくない街だったんだけど、そこにもう7年ぐらい住んでるから、まあ人生ってわかんねえなっていうか、だから金持ちが住む分には楽しいんじゃないの。金持ってる人からすると何でも手に入るからね。なあね、金持ちを目指してる人からすると楽しいんじゃないかな。都会に出ようと思ったらすぐ出れる距離じゃもんね。成田はね、上野まで行くのは1時間かな。普通の鈍行で行ったら1時間半だけど、スカイライナーに乗ったら40分とかで上野まで行く。で、まあ上野と新宿は30分ぐらい距離あるから、まあ東京に出るっつってもやっぱ上野とかに行くよね。上野、いや、元キャスバー半額じゃないと思うよ。わかんない。最近全然行ってないから。値段変わってたね。値段変わってた。高速バスも近そう。高速バス？成田から新宿？成田から新宿バス利用する人なんかいないよ。だって上野まで900円とかだよ。みんな電車で遊び行くよ。安い安い。空港からだったら、ああ、まあ空港からだったら高速バスも出てるけど、地元の人は使わないかな。あのね、成田から成田空港って成田市内にあるのはあるんだ、外れにあるの。だから成田市の駅から成田空港駅まで電車で20分かかるぐらいなのよ。だからね、空港がすごい遠いんだよね。成田市の市外にはないから。レベル上がらないとキートスとかお茶バックできんの？あのね、さっき調べたんだけど、もうレベル的にはお茶バックと、お茶バック50、お茶バック100はできるんだって。
有料アイテム投げてくれて、1000円投げてくれたら、お茶箱100投げてくれたら俺に700円入るんだけど、なんか書類申請をしないと俺にお金入らないんだって。だから今、お茶箱50とかお茶箱100とか有料アイテム投げても意味が、お金は入らない、俺には。おすすめに乗るだけだね。金銭的なことは、ふわっちで花火とかパフェとか投げてもらわないと、収入には今はならない。ただまあ、閲覧は増えるっていう感じかな。あ、でも地元の人とかも結構言うよ。成田さん、新勝寺、女の仏さん、神様だからカップルで行くと別れるって。あ、おはよう。書類審査はまだしてないかな。書類審査はまだしてない。だからお茶箱投げられないでしょ、多分。お茶箱10しか投げられないはず。あ、ありがとう、お茶箱。そう、お茶箱50とお茶箱100は来年じゃないかな。多分年末だから、今申請しても多分時間かかると思うから。本人確認書類が必要だって言ってたね。富里のスイカ、みんな食べてよ食べてよって言ってたんだけど、俺ね、あることに気がついちゃって。65さん、東京のスーパーで売ってんのってほとんど富里のスイカだったの。なんか俺が知らなかっただけで、富里のスイカって日本全国のシェア率2位だったの。 熊本が1位かな。熊本のスイカが1位で、要は西日本のスイカは熊本がシェアトップで、関東圏内のスーパーで売ってんのとか全部富里のスイカだっていうことに気がついて、だから富里のスイカみんな食べてね、美味しいからね、取り寄せてねって言ってたけど、普通にスーパーで関東の人が買ってんのは富里のスイカだったっていう。あ、そうなんだ。今、ヒカルくん半額なんだ。ああ、そうなんだ。昔はね、レベル50だとキャスバーは無料だったね。一応ね、俺もね、なんか無料にしてくれてた。ふわっちしかやってなかったけど、和道さん、まあ、ツイキャスやってたら間違いなくレベル50余裕でいくから、つって。全然いいよ、つって。まあ、レベル50はすぐ行くと思うよ。設定でお茶箱オンにはもうできるようになってる。なんか本人確認書類をやったらできるようになるんだって。だからお茶箱オンっていうのをするには本人確認書類提出してくださいって言われてる。ただ、その、なんつうの、時間とかレベルとかはクリアしてますよとは言われてる。まあ、でもなんか最近お店多いよね。YouTube でさ、フォロワー何人いる人とか、Twitter 何人いる人は料金値引きとか無料とかよくやってるよね。はい、ワドツ。ツイキャスには匿名の機能がないけどいいの？まあ、別に。匿名がなくても全然いいかな。ハートありがとう。そうそう、ツイートしたらとか、宣伝してくれたら無料にしますとか、全然やってるよね。東京は何でもある。ないものがない。
まあでも高いよ。だから俺びっくりしたのが、北海道に行った時カニ食べてすげえ食ったの。カニの寿司とか、あとなんだろう、お寿司食べたでしょ、カニも一通り食べたでしょ、鍋も食べたでしょってやって、一人1万は超えるだろうなっていう覚悟で全員5、6人で食べたんだけど 北海道の駅前のなんかカニ道楽みたいな、なんかすごいでっかいビルで食べたんだけど、あ、一人まあ1万超えるだろうなって勢いで食って、一人5000円ってなった時、全員が「え？」って言ったもんね これ多分新宿とかで食べたら一人2万コースだろうみたいな。だから地方に行ってびっくりするのが、本当に東京で食べたら1万2万するようなものが5、6000円で食えるからびっくりするよね。北海道イメージはすごくいいね。女の人は綺麗だし、女の人が綺麗だね。北海道をびっくりするとかそこだね。女性がとにかく綺麗だね。女性が、かわいい。あと擦れてないよね。東京に来る女の子って生意気だったり擦れてたりするけど、すっごいかわいいらしい女の子がピュアだったりするからびっくりするね。いや、東京はだから土地の値段が高いのと、要は一流のシェフ呼ぶから給料が高いっていう、この2つ、素材の値段は変わらないんだけど、シェフの値段とその土地の値段が跳ね上がるから、だから倍、2倍、3倍しちゃうんだと思う。そうそう、地方だから安いっていう。そう、地元だから安いっていうね。だからまあ適正価格なんでしょう。九州はね、俺ね、半端じゃなくうまいと思ったのはさつま揚げだね。九州のさつま揚げは本当に感動したから、あれは東京じゃ食えないかな。びっくりするぐらいうまかった。さつま揚げあんなの毎日食べたいもん。めちゃくちゃうまかったよ。最高。茨城の女の人綺麗って、茨城行ったことねえからだよ。もう茨城とかもうほんと爆笑するよ、ほんとに。68号さん、茨城って多分日本一ブスしかいない街だよ。水戸に行ってごらん。これ茨城の人も認めると思うの。びっくりするぐらい茨城の女ブスだから。いや、マジだよ、これ。茨城はもうほんと有名だから。なんだっけ、伝説があるよね。将軍が東北の方に美人引き連れて行っちゃったっていう。茨城に可愛い女の子なんかいないよ。いや、本当だよ。いや、いや、これネタで言ってると思ってるでしょ。マジだから。マジマジ。綺麗な人が住んでるエリアってあるんだよ。名古屋は俺嫌いじゃないんだよね。化粧が濃いね、とにかく名古屋は。名古屋は化粧濃い。のんちゃんは東京でしょ。もう完璧東京系の顔。山形、秋田とかも美人だね。埼玉貧乳問題って何？埼玉貧乳なの？知らないんだけど。それはさすがに嘘でしょ。埼玉貧乳問題ってあんだ。あ、でもね、俺ね、池袋が嫌だなって思うところ。池袋はあれ埼玉だよ。これ東京に住んでる人だったらわかるって言うと思うけど、上野は千葉なんだよ。で、埼、あのね、池袋っていう街は埼玉県民なんだよ。これね、アクセスの問題で、交通の。埼玉の人って池袋が玄関口だから、なんかね、池袋は東京なのかっていうと、俺は埼玉に区分した方がいいと思ってるんだよね。わかるでしょ。なんかちょっと埼玉っぽいんだよね。で、上野は千葉っぽいよね。北関東はヤンキー文化残ってるよ。全然残ってるよ。赤羽から埼玉か 前に同じようなことテレビで言ってた。赤羽もまあ埼玉だよね。
いや、池袋、埼玉の人多いよね。埼玉の女子は成長期の睡眠時間が短いから頻乳ってデータある？あ、あるんだ。へえ。埼玉県民は頻乳なんだ。千葉県民って巨乳多いの？なんか結構東京の人が千葉に遊びに来ると千葉の子かわいいかわいいってみんな言うけど、俺千葉の子あんまかわいいと思わないんだよね。ああ、お茶爆ありがとう。ありがとうございます。お茶爆ありがとう。いやいや、もうほんと典型的なブスだよ。いや、ていうか茨城行ってみるとわかるよ。あ、で、福島の光くんが住んでたところすっげえやばかった。郡山っていうところめっちゃくちゃ美人が多くて、おびっくりした。駅降りた瞬間に大体わかんのよ。旅配信やると、郡山美人多くないって、イケメン多くないって言ったら、光くんが「ああ有名ですよ」っつって、福島の人が美人なわけじゃなくて、郡山って若い人が集まってすげえイケてんの。なんか独特なの。だから美人、美男美女だったね。福島の郡山すごかった。みんな美人だった。沿岸沿いはおっぱいがでかいのが多いんだ。あと8分、あ、延長します。千葉ギャル、ヤンキーっぽい感じだね、ちょっとね。地元の女の子とかヤンキーっぽい感じだもん。うん、俺は茨城の水戸かな？水戸。ああ、花火ありがとう。ロムってます。仕事忙しい。頑張ってください。年末だからね。うん、ありがとうございます、花火。ありがとう。おお、ありがとう、ありがとう。花火ありがとう。最近どう？ふわっちで食えてますか？うん。食えてるけど、食えてるけど、もう今年が限界かなっていう焦りは感じてるかな。じゃあ次は稼ぎについてか。収入についてか。まあ、ぶっちゃけて話すけど、ふわっちに来てから、月収20万を下回ったことは1回もないんですよ。で、月収20万下回ったことないんだけど、昔は正直言うと、4時間配信1枠やると花火10発以上飛んでたの。1年前とかはもう必ず10発は安定して飛んでたから、簡単に言うと、1時間1000円は稼げるっていう感じだったの。もう安定して。だから、放送をとにかく回してれば、誰かが花火をくれてるから、頑張ろうっていう気にはなってたんだけど、もう、ここ、半年はひどい。ここ半年は、8時間とか10時間放送を回して、花火4発とかなの。だから1枠花火飛ばないとかザラなのね。いやー、これまずいなーって思ってるのが、一番ひどい時ね、収入2000円が2週間続いた。16日間ぐらい、ずーっと1日の収入が2000円なの。で、見えてる状態が2000円だけど、1日8時間回してるってことは700円延長代にかかってるから、実際の手取りは
日当1500円とかなのよ。心折れるでしょ。毎日配信10時間やって1500円しか稼げないんだと思って、でもうダメだもうダメだっていう時にとんでもない爆投げする花火師が現れて、なんか10万とか20万とかボーンって投げる人が1日だけ現れて、なんとか生き延びてるっていうのがここ半年ぐらいかな。だから食えてるか食えてないかで言ったら結果食えてるんですけど、正直もうなんかなんだろう、怖いよね。あのその爆投げしてくれる一人とかもう誰だか分かんないんだよ。しかも不特定の人がいきなり投げてくれるから、だからいつ終わってもおかしくないなっていう。ドレさんもそうだったじゃん。あのよっさんの忘年会までさ、ずーっと1日多分1000円とかだったんだよ。日当1000円2000円とかだったの。でも最近ここ2日連続ぐらい花火100発とか出てるから、いやだからあのね、ドレさんと俺はすごく似てると思った。もう本当になんか一部の花火師に救われてるっていうか、もうねちゃんと一枠ごととかでお疲れなーって言ってチップを置いていく人は多分今いないと思う、ほとんど。うん、おはよう。いや得点誰、ノンラブだってもう最近投げてないよ。ここ半年ぐらいノンラブ花火投げてないけどね。まあやっぱ花火師っていうとノンラブってイメージついてるんだろうな。ノンラブは全然投げてないよ最近。もう多分花火師やめたんじゃないかな、ノンラブは。ギリの収入が続くとそれ以下下がるのが怖いね。怖いっすね正直。運営さんなのかな、爆投げしてるのは。どうなんだろう、運営さんが投げるか。なんか運営さんが俺に投げてるっていう感覚は一回もないけどな。お茶ありがとう。投げてないことにしないと他の配信者から恨まれるもんな。いや投げられてないよ全然。投げられてないんだけどね。なんで疑うんだろう。別に普通に言ってるだけなんだけどな。全然投げられてないね。イベント参加はお金かかるわけじゃなくて、1回放送30分ごとに延長残り何分って出るときに、あれ延長すると俺が50円払ってるんですよ。だから96号さん、毎回延長1回ボタンを押すために50円かかってると思ってください。だから50円マイナス、30分延長すると50円マイナス。だから30分に1回花火飛んでないと時給1000円は稼げないっすね。だから現時点で花火3発ぐらい飛んでないと時給1000円にならないって感じ。今500円でしょ。で延長何回やる、3回やったから150円だから、まあだから俺に入ってくるのは350円かな。まあ配信やるのもお金かかるからね、困ったもんですよ。まあ世代交代はあるだろうね。枠切ってやってもいいんだけど、見づらくないですか、リスナーさんからすると。長く見る人からすると、俺は30分ごとに枠閉じる人ってもったいないなと思っちゃうの。閲覧が毎回ゼロに戻るから。だからニコ生の頃から見てる人のこと考えて、50円かかろうが100円かかろうが、そこは見てる人が見やすいようにと思ってお金は投資してるけどな。見てる側からするとずっと垂れ流しでやっててくれてた方が見やすくないですか。俺だからトークスキルあるって盛り上がってるところで延長しない人とか見ると、延長してよって思うんだよね。そう、そこ50円でもったいないよと思っちゃうから、毎回どんなにマイナスになっても延長にはしようとは思ってるけど。
俺ほとんど毎回勝手に炎上してますよ。何人以上とかじゃなくて、まあ閲覧そんな変わんないかんな。最近閲覧40とか落ちてきたけど。あ、そう？慎吾さん結構長くやるイメージだけど。枠取り直しやらないイメージだったな。あ、そうだね。あと、そうそう、ツイキャスとかだと、自動で待ってるだけで、待機してるだけで勝手に始まるんだけど、ふわっちはね、枠と、ボタンを押さないといけないんだよね。確かに、ツイキャスはね、その場でずっと待ってたら、何秒か待ってたらすぐ始まるからね。産地はいっぱいあるけど、シェア率の問題でしょ。熊本が 40%、 千葉県の富里が 30% とかだったような気がする。スイカはだから熊本と千葉のほぼ2強だったような気がするんだ。で、実際富里のスイカめちゃくちゃうまいよ。頻繁に大手の通知とか俺入れない。なんか自分の時間大事にしたいから。放送通知ボタンを押す人は放送よっぽど好きな人なんだろうなと思う。絶対見逃さないぞみたいな。俺はなんかなんか通知は一つも入れてないかな。自分が起きた時とかに見たいから、暇な時につけるっていうのがやりたいから。だから通知登録してる人は本当によっぽど好きな人なんだろうなっていうふうに思ってるかな。なんか寝てる時とかにピコンピコンになったら嫌だよね。あ、でもね、長期的に性格を見るリスナーさんが一番いいリスナーさんだと思う。最近ふわっちのリスナーってなんかいきなり初見なのに、いい人ですね、囲いになりますとか、初見なのにすごく感動しました、一生応援しますとか言って、3ヶ月後には何て言うかというと、こんな人だと思いませんでした、変わってしまったのですね、裏切られた気分です、もうフォロー外しますどういうことってならない。勝手に信じて、勝手に裏切られて、勝手に去っていくの。いや、3ヶ月は人との付き合いでさ、やっぱさ、いいところと悪いところ、よくいるでしょ？いや、これわかると思うんだよ、みんなも。わ、初見すごくいい人、もう一生ついてきます。私花火投げますって言って、で、なんか3ヶ月後、あんな人だと思わなかった。和道は変わったわ、みたいな、もう、なんかもう、もう裏切られたから応援しないとか。何なんだろうなって。やっぱ3ヶ月ぐらい見て、いいところと悪いところがあって、それで応援するかしないかっていう話だと思うからすごいなんか信じ込みやすいとか、なんかまあなんだろうね、そういう人なんだろうね、うん、心変わりがするんだろうね多分ね。あれ何なんだろうね、うん、あれ何なんだろうね、ちょっと謎だよね。俺もよくわかんないんだけど。
まあまあまあ、いろんな人がいるんだろうな。まあまあ、応援したい人を応援すればいいんだよ。配信はこうね、面白くて、なんかね、っていうかね、なんか友達とか恋人感覚なんだろうね、多分。ふわっちのそういう人は、そういう人ってさ、多分もう恋人とか友達とか親友とかそういうノリで見てるんだと思うんだよ。だから思い入れが強いんじゃないの。昔のフワッチは結構大人の人がまったり見てて、すごく質が良かったね。好きだったね。すごくいいサイトだったけど、今なんかそういう人は少なくなってるかな。それでいいんじゃないかな。なんか宗教みたいになってきたよね。宗教みたいな。教祖様じゃないんだけどな、配信者って。リスナーが入れ替わったね、完全に。リスナーさんが心変わりしたんじゃなくて、入れ替わった。だから多分、ふわっち原住民はほとんど残ってないんじゃないかな、今。まあ、コメント欄とか見るとわかるよね。あと、そのフォローしてる人とか見ると。純粋にそのふわっちから見始めてた人とか、ふわっち好きだった人はもう離れちゃったね、ほとんどが。まあだから、まあ、そのニコ生系の人とキャス系の人が多いと思う。いや、ストレートに有利スナーが増えたんじゃなくて、それニコ生文化だから、長い人が来たって感じ。要はニコ生しか見ねえよ、フワッチなんか見ねえよって言ってた人が来たって感じ。だから俺が言ってるのは、フワッチなんて金稼ぎたいやつだけで俺は絶対行かないよって言って残ってた人たちで、俺らは全然金投げるよって、面白いところには金投げるよ、楽しもうよっていう文化の人たちがこう後乗りでこうバーって押し寄せて、ああ、なんかニコ生だよ、ただ。どこ行ったの？多分なんだけど、俺 YouTube とかツイキャスの方に行ったんだと思う。だストレートにものを言う人ってニコ生の文化の人だと思うけど、勝手に期待して勝手に裏切られた気になるやつ、リアルでもいるけどうざい。監督、おはようございます。おはようございます。なんだろうね。なんか、リスナーとして楽しむっていう感じではないよな、今。なんか、リスナーはリスナーで、こう、リスナーとして誇りを持ってる人が昔は多かったんだろうけど、なんか、なんだろう、オフパコとかの多さとかを見てると、完全になんか、フワッチが出会い系サイトになってるなって思わない。俺、本当になんか、ミクシーが末期の頃みたいに似てるなって。ミクシーって出会い中だらけになったじゃん、後半。すげえ、なんかミクシーの最初の頃とかめちゃくちゃ面白かったんだけど、後半はただの出会い系サイトになってて、もうフワッチなんかただの出会い系サイトになってると思うよ。リスナーに制限はしてないよ、俺は。俺はしてないけど、なんだろう、花火上がるところはやっぱり花火師以外はいらないって考えてるんだろうな。だからまあ閲覧少なくて、無課金の人を切り捨ててるイメージはあるかな。でもそれって、チャットボーイとかチャットレディであって、俺は配信者ではないと思ってる。あ、そうそう、あの枠に行っただろうとか、あの枠で花火投げんなとかね。もうチャットボーイだよね。だってさ、俺の感覚だよ。俺の感覚からすると、リスナーは複数人見て当たり前だから。で、面白かったところに花火を投げるんだよ。それが普通だろ？いろんな、
推しがいて10人ぐらいを行き来して、あの人今日面白いからあの人のところ行こう、今日面白かったからチップあげるねが普通の感覚だよ。だから俺らは芸を磨いてるんじゃん。だけど今って恋人みたいになってんの。お前どこどこで浮気してただろう、あいつに花見投げただろう、だったら俺のリスナーやめろよ。はぁ、バカなんじゃないの。お前が芸がないだけだろ、芸がないから喋りがないから色恋かけてんだろ、ダッサ。俺はもうだからダメだと思うよ、そういうの。配信者でも何でもないから。でもね、なんだろう、頑張ってる人とか今日面白かったからっていう風な感じで花火投げる人が減ってるから、まあだから金梅さんが移動しちゃったっていうのはそういうことなんだろうなっていう風に思うけどね、うん。芸能人はテレビで選べる売春婦、フワちゃんはモニターで選べる売春婦。はあ、まあこれあくまで俺の感想だけどね、うん。ニコ生リスナー面白いと思った配信者には見返り求めずお金使うよね。どうなんだろう、そういう人もいるけど、基本的にニコ生系の人は無課金だと思うけどな。そういう人がごく一部にいるっていう感じで、100人に1人ぐらい、基本ニコ生は無課金っていう感じかな、俺の印象だと。俺だから配信外で花火投げてとか言ったこと一回もないんだけどな。でもそれをやらないとダメなんだろうな。みーすけに電話しようかな。みーすけとソソに今電話しようかな。ソソに電話したら花火投げてくれっかな。ソソ、みーすけに、みーすけに色恋営業する、今電話かけて。ニコ生の囲いは直で振り込んでる。ああそうなのかな。銀行口座も広げてないかな俺。昔は銀行口座広げてたけどもうやめたな。休日の早朝だから寝かせてあげて。そうだね。配信外であるのはまあ見せようか。ちょっと待って、配信外っていうかもう配信にさらすから配信外じゃないんだけど、こういう風に、これまあニンニっていうリスナーなんだけど、まだ開封してないから開けるか。じゃあこれニンニから、2つともこれが先月でこれ今月なんだけど、まあ多分天ギフだと思うんだけど、ああこういう風にニンニからギフトを楽しんでくださいって言って、ほらアマゾンギフト券、こういうのが届く、ニンニから。だからギフト、アマギフぐらい、アマゾンなんて言うんだっけ、ギフト券が届くね。お金はもらったよ。わだっちお前最悪だよ。ほらギフト、だからこれがアマゾンポイントになるっていう、これで買い物ができるっていう、こういう感じかな。ニンニいつもありがとね、そう。
まあ、あとは、その欲しいものリストにこれが載ってるから、直フリじゃないんだけど、こういうふうにギフト券を送ってくれる人は、まあ、2、3人いるかな。運営さんに抜かれるよりも、直接渡したいっていう人はいるけど、まあ、2人か3人ぐらいかな。そう。あとは物、欲しいものリストにある食い物とか、釈迦とか、ペコの餌、鳥の餌とか送ってくれたりとか、そういう感じだね。そうそうそう。全部でいくら分？わかんない、それ。後で開けるよ。全部でいくら分か。そう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 。ただ、直接お金を振り込むっていう人は今断ってる。なんでかっていうと、過去に全員トラブルになったから。直接お金を渡してくる、来た人とは全員離れたから、もう受け取らないって決めてる。関係性崩したくないから。だったら無料で見て長く見てもらった方がいい。長く見てもらいたいから。直振りだとダメ。何かを間をかませないと関係性が崩れる。だから、まあ、リア凸とかで、現金で手渡ししてくれる人はいるけど、そういうのは受け取るけど、地方の人とかにお金を直接振り込んでくれみたいな文化はやめたかな。あ、ツイキャス見てる人、もしコンティニューコイン余ってる人いたら、コンティニューコイン3枚いただけると嬉しいです。こんな感じかな。まあ、熱烈なファンの人はね、配信頑張ってねって意味で。返せとは言われたことは一回もないけど、直振りの人って、見えない接待みたいなものを求めるっていうか、特別感を求める人が多くて、配信、こういうギフトとかアイテムとかを送ってくれる人っていうのは、放送の対価として渡してる人が多いの。放送面白かったから、今日の放送頑張ってね、明日の放送頑張ってね、なの。だけど、大きな額なのよ、直振りをする人って。コンティニューコインみんなありがとう。ありがとうね、コンティニューコインみんな。で、大きな額、10万、100万とかを送る人って、俺は10万やってるんだからっていうことで、配信スタイルに口を出される。そういうこと。ラジコン、俗に言う。で、配信者でラジコンになる、要はね、プロデューサー気分になるのよ。俺はこんだけ出してる。っていうのも、お金を持ってるじゃん。で、なんでその人に直接支援するかっていうと、リスナーさんのこういう考えなの、そういう人って。俺はお前より面白いことを考えられる。これをやったら面白いことができる。俺の言う通りに一回やってみてくれってこと。要は、その配信者をこうやってプロデュースしたら売れるはずなんだってみんなにもあるじゃん。そう、俺が育てた。俺が育てたイコール育てたいだから。でもね、それができるんだったら、配信者がネタ考える意味もないし、もっと言うのはその人が売れてるはずなんだよ。その人が自分でやったら売れるはずじゃん。で、びっくりするぐらいつまんない企画を言ってくんの。俺ね、びっくりするけど、じゃあ言おうか。お茶バカありがとう。横浜かなんかに米軍基地があるんだよ、ワド。米軍基地のバザーが日曜日に開かれてるんだよ。米軍基地のバザーで配信やったら、閲覧3000いくよって言われたの。びっくりするでしょ？そのセンスに。それをやるんだったら、10万でも20万でも支援するから、どうだ？本気で言ってるんだよ。本気で言ってるんだよ、それを。で、桃奈々さんを誘え。
とか本気で言うんだよ。大手配信者石川紀之さんを誘えよ。あのね、それねって、舐めすぎ、配信を。いや、もう10万も20万もいらないから、他行ってくれって。だから、叩かれるのよ。あいつは不義理だ、生意気だって。あいつは生意気だ、俺があんだけ良くしてやったのに。だから受け取ってないし、他行ってくださいっていう。石野とか紹介するの。石野っていうやつ、その企画やったら閲覧3000行きますよとか、俺生意気なこと言うから。誰よ、それ。それは名前は言わないよ。個人攻撃になっちゃうから。いや、じゃあやればいいじゃん。閲覧5000は硬いんだろ？やればいいじゃん。悪くない企画。じゃあやれやいいじゃん。トム・ソーヤ池上とかで やれやいいじゃん。解放とかがやれやいいじゃん。俺やりたくないもん。不義理のワード。いや、じゃあやればいいじゃん。面白いんなら。俺はやりたくないもん、そんな。うん。わだっちってどう最低？最低なリスナーについて。あ、ごめんごめん。俺がわだっち昔から大嫌いな理由を教えてあげる。わだっちについて。最悪なリスナーについて語ります。コンティニューコインありがとう。最悪なリスナー。まあ、わだっちっていうリスナーがいたんだけど、もう本当に最悪。なんかね、あ、延長します。ありがとう。延長します。ハートありがとう。ドレさんのリスナーさんで、わだっちって言って、つばにゃんのリスナーでもあるのかな？で、俺のところにも花火投げたんだけど、俺ブチギレたの、花火投げて。あんたとは関わりたくないから、つって。で、俺ね、カズさんと、俺とヒカルくんと、ドレさんで飯を食ったことがあるんだけど、リスナー来るからって言ってて、ああ、そうなんだと思って、なんでリスナーが来るのと思ったんだけど、いつもだと配信者しか集まんないで真面目に格闘技の練習してるから。で、カズさん、初めましての時だったか、だけど、もう一生懸命練習してるわけじゃん。4人で、アッカさんっていう、ベルナール・アッカさんっていう人のジムで、すげえ一生懸命ジムやったのよ。みんなで。で、楽しかったの。で、焼肉をおごってくれるからって言って、どうする帰るってなったけど、あ、まあ、せっかくだから行こうってなったから、あ、じゃあお邪魔しますって言って、焼肉食って。で、まあ、普通に帰ったのよ。わだちさんがご馳走してくれたのよ。で、帰って。で、そしたら、なんか、俺と、ドレさんと俺の仲が悪くなったんだけど、まあ、それはそれでいいじゃん。俺とドレさんの問題だから。で、ドレさんの枠、なんかディスってるぞって言われてたから、黙って見てたの。ロムって見てたら、わだっちってやつがすげえ俺の文句言ってんの。コメント欄で。なんか、あいつ練習全然、なんかしてなかったとか、生で見てるんだよ。録画も残ってるんだよ。で、なんかサボってたとか、すげえ悪口言ってて。で、俺は正直別に悪口書いてんのいいのよ。その人の感想だからサボってたって言ってもいいのよ。で、俺、なんだこいつと思って、もう二度と絡まねえわって俺は思ってたの。で、その数ヶ月後に、ドレさんとワダッチが仲悪くなったのよ。なんかがあって。で、俺のところに花火投げて、ワドくんって、ステゴロ3頑張ってねって花火投げまくったから、てめえいい加減にしろって。お前がドレのところで俺の悪口書いてんの俺知ってるからって言ったら、書いてないよっていうの。でも、みんな、ドレさんと俺の枠、またぎで見る人多いから、いや、お前書いてたじゃんってなって、いやいや、みんな見てるからって、お前がそういうこと書いて、お前さ、って、
俺そういうおっさんだかなんだか飯おごったかなんだか知んないけど、たかだか5000円ぐらいの焼肉でそんな偉そうにされても、お前に媚び売るつもりもないし、お前に恩だとも思ってないからって。お前が配信者の企画で見せてやって、ただで見て、生で見て特別感味わってんだから、飯おごるぐらい当たり前だから、俺金返してもいいから、二度と俺と絡むなっつったら花火10発ぐらい投げて、ごめんごめんって謝ってるけど、もうそういうやつなんだよ。すげえくだらねえとか思って。要は金で何とで人の気持ち変えると思ってるリスナーの。俺そういうの大っ嫌い。もう、だから言ったもん、わだっちってやつに。そんなに練習サボってるって言うんだったら、お前来いよって。お前リング借りろよっつって。お前のことをスポーツでしばいてやるからっつって。いやーもう大っ嫌い、本当に。たかだかさ、4、5000円の焼肉で偉そうに語ってさ。いやーもう嫌い嫌い嫌い。いや、俺確認してる。わだっちの偽物がコメント書いたんじゃないよ。俺ちゃんと確認してる。ほんわか。大っ嫌いだ、俺、あいつ。嫌い。いやー、やだやだやだ。金で人の気持ちが変えると思ってるやつ、大っ嫌いなの、俺。それってさ、もう、なんだろう。なんていうのかな。人として最低な行為だと思うんだよね。人として最低な行為だと思うの。気持ちよくできないじゃん。笑って楽しく過ごせないから、俺は絡みたくないね。いや、でも別に怒られなきゃいいじゃないよ。どうしても一緒に飯食いたいって言われたから。ペニーさん全然だよ。ペニーさんが俺に不義理なことしたこと全然ないよ。全然ない、ペニーさんは。全くない。あ、今、みやびさんに寄生してるんだ。あ、そうなんだ。あ、男芸者だからね。男芸者だから。面白い。あ、ありがとうございます。ペニーさんは、なんだろう。すごいいい人だね。好きだよ、俺。あ、そうなんだ。知らない、俺。絡み全くないもん。それ以外会ったこともないし、絡みたくもないもん。だから、わだっちについてはそれだけ。俺は何にもない。バクソにもキレられてんだ。なんか言ってることが二転三転するんだよね、あの人。信用ができないかな。あの人はリスナーと絡むべきじゃ、配信者と絡むべきじゃないと思うよ。引っかき回す。放送見てて花火投げてるぐらいがちょうどいいんだって。覚醒剤やってるって噂なの？いや、覚醒剤もうやめてると思うよ。俺はペニーさんと会った時、初めて会った時に話したの、覚醒剤のこと悩んでて、逮捕されてるから、一回刑務所行ってるから。でもう二度とやらないっていうのと、自傷行為もう二度としないっていうふうに約束してくれたから。で、俺はやってるようには見えないけどね、ペニーさんは。っていうよりも、普通の精神薬の方を飲んでて、ちょっとよれてる時があると思うけど。わだっちオフ会で女探してるって本当ですか？それは知らないかな。知らないかな。俺はほら、自分がされたこととか自分で見たことははっきり言うタイプなの。で、それが気に入るか気に入らないかっていうのははっきり言うけど、責任は取れないわけじゃん。その噂話とかさ、こうだって。俺がそう思ったんなら言えるけど、俺は別にわだっちって、だって、カズさんとヒカルくんと、ドレさんと俺の男4人しかいないわけだから、そこで女いなかったわけだから、女あさりしてるかどうかは正直知らないかな。124号さん、ごめんね。なんか欲しいコメントじゃなかったろうけど。お茶バカありがとう。
交通事故で後遺症持ちだから、あの人って誰だろう、和田っち、はい和田っち、薬やってる人は目でわかるかな、目でわかるのと、あのお酒飲んだ時の目の表現の仕方でわかる。あのね、本人気づいて ないんだけど、あの覚醒剤とかマリファナもね結構それが出るんだけど、あのドラッグ系やってた人とかってね、お酒飲むと変な酔い方するんだよね。だからその時の目とか性格の変わりぶりで、あ、この人多分元ドラッグやってた人だなっていうのは分かるね。で俺本人が、俺ね、和田っちさんがそれをごめんって悪口書いた、あの時俺もムカついててさごめんなって一言言ってくれたら絶対許す性格なの。本当にさっぱりしてるから、あのね、自分が書いたことを書いてないとか自分が言ったことを言ってないって自己責任が取れてないわけじゃん、いい大人が。それが気に入らねえんだよ。だってさ、今後付き合っていく上でこの人が言うこと全部疑っていかないといけないんだよ。この人が言ってんの、あ、後にそんなこと言ってないって嘘つかれたら付き合っていけないもん。だから認めてくれりゃいいんだよ。いや、あの時俺もよう気が立ってたしよって、そう、ドレさんと一緒に悪口言っちゃったんだ、ごめんなって。でも今俺放送見てお前のことを気に入ったから、あのよろしくなって言ってくれたらいいのに、俺が嘘ついてるみたいなこと言うのよ。君はなんか勘違いしてる、誤解してるみたいな言い方して、で花火投げまくってて、ふざけんじゃねえよな、金で人のコメント意見変えようとすんじゃねえよって俺は思うな。そう、それは当分やってなくてもずっと出る。あの過去2年前にドラッグやってたりとかした人でも、要はフラッシュバックするの、お酒とかがトリガーになってちょっと目が座ったりとかするの、出るよ。あの、やめた人でもお酒飲むと、だから、あの、ペニーさんがそれだったね。あの、飲み会の席で会ったんだけど、昔覚醒剤やってましたよねって、ボソって聞いたら、いや、俺、放送で言ってるってやってたよって。なんでわかったのって聞いた。いや、目が座ったんで、つって。すごいわかる。花火投げるだけマシか？なんかあんまり嫌だな、そういうのは。そうだからね、異常に目が鋭くなったりとか急に性格がコロって変わったら、お酒の普段温厚な人がちょっと気をつけた方がいいとは俺はその指標の判断してるけどね。酔い方ちょっとおかしいなと思ったら、どういう風に違うか、感覚なんだけど、ニコニコって言って普段温厚じゃんペニーさんとか、ちょっとね目がね、こう、なんつうの、座るんだよね。座るタイプの人とぼやってするタイプの人と、性格がガラッと変わる人、要はそのお酒で酔う変わり方じゃなくて、明らかにその薬のフラッシュバックが起こってるなっていう感覚なんだよね。これ感覚の問題だから分かんないけど、外したことないよ。あ、この人ドラッグやって、昔か今やってますよねっつったら、やってたっていう確率高いもん。これ分かる人は分かると思うんだけど、多分ね、そう、感覚、そう、洞察力があるかないかの問題だから、その対話する人が、マリファナとの人はね、なんか陽気になる人が多いかもしれない。酔っ払った時ウェーイってふわーっとするタイプの人はそうかもしれない。パトラッシュさんはやってないね、覚醒剤。あれは典型的な躁うつ病の症状。躁うつ病の典型的な状態。だからもう、ドラッグじゃない。要はドーパミンが制御できてないね、脳が正しく。
カツさんは完全にみんなが見てるの層と鬱だね。典型的な層鬱。あ、通話してたんだ。テルはね、ドラッグやったことあるのかな。俺はないと思うけど、常習的には絶対やってない。まあ若気の至りでちょっと手出したことあるのかもしんないけど、わかんないけど、常習的にやってるなっていう感覚はない。でも配信者でいるよ。あ、もうこいつ確実に経験や、もうしたことあるだろうなっていうのは何人かいる。言わないけど名前は。パトさんの目のキラキラは天然？目のキラキラじゃない、あれパキパキって言うんだよ。近藤組長は俺は来年逮捕されると思ってる。っていうかもう完全に今やってるって思ってる。近藤組長は現在 NOW でやってる。懲りてね、もう。和道さんは面白い配信にチップを置いていきたい気分になる。うんとね、俺が決めてるのは、見に行ったら必ず30分に1回アイテム投げるようにしてる。面白いとか面白くないじゃなくて、30分お世話になったら少し気持ちを置くっていうのが俺に自分に課してるマナー。配信者として。だって30分楽しんだのに文句も言うし、面白くなかったら面白くないって言いたいし、面白かったら面白いって言いたいけど、本人の放送に対するリスペクトはないとダメじゃん。だって本人が延長代かかってるんだもん。お金を払った上で自分の意見を言うようにしてるかな。だから面白い人に投げるじゃない、放送に参加した時点で投げる。30分に1回必ず投げるって決めてる。それはまあ自分で決めてることかな。俺は近藤組長はやってると思ってるから、知らん。 AF は知らん。ただ AF はなんか女が男に惚れてるようなリアクションに見えない。正直弱み握られてる女が怯えてるようにしか見えないね。これは俺の感想ね。事実は知らない。ただ本当に好きな男ができて男に惚れてるような女のリアクションには俺は見えない。弱み握られて震えて怯えてる女にしか見えないね。これは俺の感想で、近藤組長はやってると俺は思うよ。これは確定的に思う。普通の女がいれば舐めるかって話よ。いや、通報入るでしょ、常習犯なんだから。そんなプッシャーからしたらさ、もうシャブで2回捕まって刑務所行って出たばっかりで配信つけてんだから、プッシャーからしたらいいかもだよ。配信者で花火飛んで金稼げてんだから、それでもう薬の味覚えてんだから、もういい金づるでしょ。近づいてくるでしょ、プッシャーからしたら。まあ、俺の観察だよ。やってるところを見たとかじゃないよ。自分が今まで生きてきた中で観察して、だから近藤組長が本当にやってるかどうかは分かんけど、もう俺はもう絶対逮捕されると思ってるから、だから来年待ってりゃいいじゃん、そんな日本の警察なんかすぐ逮捕するんだから。通報入ったらなめたらダメだよ。この前出てきたばっかりだもん。まあ、本当のプロのプッシャーからしたらね、
でも末端のさ、プッシャーなんか、自分もシャブ売ってるわけだから。切り捨て要員のプッシャーなんかいくらでもいるんだから。あ、今どこでも手に入るんだ。プッシャーカラーじゃないんだ。なんで知ってるの？ 怖いんだけど。125号さん、なんでそれを知ってるの？薬、覚醒剤はもうやめることは不可能だっていう。だからマーシーが言ってたけど、シャブやるとどんな感じなんですかっていうと、オナニーしたことある、射精でセックスしたことあるって、ありますって。全身の毛穴から射精する感覚って言ってた、マーシーは。だから男の人だったら体感でわかるじゃん。セックスのオーガズムに感じる人って、毛穴中の毛穴から射精するぐらいの感覚。トマベチヒデトの本読んだら書いてあったんだけど、ドーパミン量の計算ね。脳のドーパミンで、食事をした時のドーパミン量を50、セックスをした時のドーパミン量が100。だからドーパ、快楽度の問題ね。食事をした時の快楽度50なん。セックスした時が倍っていう計算式を頭に入れた時に、タバコは200ぐらいあるんだって。だからタバコもドーパミンすごく出るの。だからやめらんない、依存するのね。セックスの倍。で、覚醒剤は、いくつって言ってたかな、2000とかなんだよ。だから、マーシーの話もあるんだよ。射精する時の感覚の全身の毛穴から吹き出すって。で、一番やばいのは何だっけ？ LSD が一番やばいのかな？ LSD はもうほんとぶっ壊れるっていうぐらいの。そう、気持ち良すぎて死ぬやんって。だから一回覚えちゃったら忘れらんないっていう。だから目の前に出されたらもう止めらんないっていうレベルなんだって。脳でダメだって分かってても、一回味覚えたらもう無理だって言われてん。おはようございます。ああ、まあまあ、そう、服用の仕方だろうね。直接だって血液に入れてるわけだから、脳にダイレクトに入れるのとね、炙って気体にして薄く吸うのとは意味が違うだろうね。だからどういうふうに摂取してるかのもあると思うけど。おはよう。おはようございます。わかんないよ、俺ドラッグ全然やったことないから。俺はバージンだから。なんでみんな詳しいの？ 125号さんはクソミソカオスさんで合ってますか？あ、違う、クソカスカオスさんでしょ、これ。ふわっちで一番薬物に詳しい、薬物評論家の125号さん、俺カオスな気がしてきたんだけど。まあ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 、クソカスカオスさんはふわっちで一番薬物について専門的な知識を持ってる配信者。そう、覚醒剤っていう言葉を使わないでね、なんかなんだっけ、メタンフェタミンとか、医学的な用語で言うんだよね。大体、覚醒剤とかやってる人って、マリファナのことをね、なんだっけ、なんとかカンナビノールとかね、なんかね、言い方が違うの、普通の人と。化学記号の正式名称の方で話すの。わかる？そうそう、メキシコで殺されかけたクソカスカオス先生。あ、令状にはそう書いてあるんだ。へえ。なるほど。テトラヒドロカンナビノールっていうんだ。いや、だからね、クソカスカオスっていうの、カオスだけにした方がいいよって一回言ったことあるんだけどね。まあまあ、本人がポリシーあるみたいだから。メキシコ怖いな、麻薬カルテル。決めて放送を見てる人は多い。はあ、なんでなんだろう。でもクソカスカオスさんの配信、和道さんの配信と雰囲気がそっくりだなと。
でもやってる人からすると俺がバージンだっていうのはすぐわかるらしいよ。やってる人からするとね、マリファナも吸ったことないだろうな、シャブも LSD もやったことないだろうなっていうのはわかるらしいよ。ねえ、カット野菜にはね、なんか漂白の成分が入ってるらしいね。ねえ、155号ね。ボングが好き？炙りってやつ？ダメだよ、そんなの。滑舌でわかるんだ。へえ。確かになんかマリファナ吸ってる人ってもたもた喋るよね。その舌がもたつくっていうか遅れ気味で喋る気がする。で、温厚な性格な気がすんな。脱法ハーブで死にかけたことは一回あるね。何歳だ？ 19 かな？19歳かな。水道民営化は反対ですね。ドレさんのはね、違う。ドレさんのは、舌噛み切ってるんだよ、一回。格闘技でしょ。あれはね、物理的に舌が回ってない。違くて、思考がボワーっとしてる感じ。あーってこう。で、おーってこう、ふわーってなってんの。ふわーってこう、で、ニコ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 してるっていうか。俺はもう脳内麻薬出過ぎてる感じだね。だからまあ、躁うつ病だね。医学的に言ったら。躁状態になりやすい。だアドレナリンだと思うよ。俺が特に、みんなが面白いっていう。俺が叫んだりとかガーってなってんのは明らかにアドレナリンのコントロールが下手なの。メリークリスマス。メリクリ。ガンジャも酒もタバコもカフェイン。まあまあ全部ドラッグだからね。これもドラッグだから。タバコもドラッグ、酒もドラッグだ。おはようございます。そうだね。植松と知り合いだったんじゃなくてリスナーだったんだよ。お茶爆ありがとう。サンキュー。俺めちゃめちゃお、ほんとね、正直言うと、怒るポイントがわからないような変な怒り方するね、俺。で、普段はすっごい温厚。ただ、配信のことに関しては、すっごい敏感。要はね、プライベートでも配信のこと口出されたりすると、すっげえ怒りっぽいかもしんない。配信以外のことどうでもいいから。で、配信中にキレてるのは正直、ゲイだね。ああ、疲れたっていう感じ。配信でマジ切れしたことはあんまりない。配信でマジ切れしてるのは大体、障害者に対する偏見と、生活保護者に対する偏見とか、その辺で切れてる時は大体本気。だから静かにゆっくり怒る。ああいう怒り方してる、イライラしてる、そのゆっくり諭すように喋ってる時とかは怒ってる時。ありがとう、ワドツ。おはよう。配信のことに関してはもう病的にうるさいかもしれない。だいたいノリコと喧嘩してるときはもう配信のことだね。だから解放のことも配信のことじゃん。解放の個人的なことじゃないじゃん。だからまあまあ典型的なアスペだよ。一個のこだわりのことにやたら執着してる。典型的。他のことどうでもいいの。配信に演技力が必要。例えば、俺は七原くんがやってる芸風やろうか。
演技力必要かっていうか、全部ゲーで、じゃあ詳しく説明しようか。これもう七原くん引退しちゃったからあれなんだけど、あ、延長します、ふわっちの方延長します。ね、ちょっと待ってね、よいしょ。ここにカメラあるじゃん。ウェブカメラってこことここをクリップさせるっていう構造なの、こういう構造ね。だから絶対に何やっても落ちないんだよ。こう例えばこういうところにこうやってかませるわけじゃん。だから落ちないでしょ、わかる？カメラが落ちることなんか絶対にないの。ここまで OK？ ここまで OK？ でも七原くんの FX 芸ってわざとこうやってやるの、グラグラに設置しておくので、絵的にはこういう感じ。あ、 FX、 あ、来い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 よ来いよ、来た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 、うわ下がった、ふざけんなよ。これよく見るでしょ、これゲー。でもこれを引きで見るとどうやってるかっていうと、こうやって仕込んでおいて、グラグラな状態にしておいて、あ、来た来た来た、なんで来い来い、なんでだよって、こうやってやってんの。だからこれプロの技なの。これ配信者がニコ生でよくやるんだけど、こうやってクリップさせておいたら、どんなことがあってもカメラってずれないの、わかる？だからこの芸風、カメラがガタンってこういう芸風やるときってこうやってやるのね。こうだから天然なわけがないの。うわぁなんでだよってやるの、うん、だからバカじゃできないってことね、うん、もうネタバレだけど言っちゃダメなやつだねこれでも引きで見ると面白いでしょ。だからこれ配信者使えるから覚えておきな、仮想配信者ゲーね。もう一回やるよ。あーなんでお母さん悔しいよ、なんでなのーってやるじゃん。あとマイクゲーっていうのもあるんだけど、これってすごくウケて、あーリスナーさんのバカーってこうやってやってんだよ 笑えるでしょ、超テクニカルだから。だからみんなが見てる絵っていうのは演出なのね。そうそうそう、みんなが見てるその面白いっていう映像っていうのは芸なの。素晴らしい、ありがとうございます、勉強になったでしょ。そうバカリスナーはそう、そういうのに引っかかる、うん、まあだからプロの技よこれは。客観的に作られた視覚情報ね、うん、作られた視覚情報。おはよう、おはようございます。うん、いやでもこういうのって面白いじゃん。うん。こういうのって面白いじゃん。怒った時にカメラがガタンとかなったりとか。だけど、その面白いは作られた面白さだったりすんのよ。うん。そうさ、めちゃくちゃ頭いいっていうか、配信的なセオリーをすごく勉強してたし、ある程度その中堅以上の配信者が見たら、ああ、うまいなっていうか。うん。マイクのボリュームとかもわざと、ボリューム振り切るようにしたり、バリ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 ってバリバリゲーっていうのがあるんだけど、俺も花火投げろよっつってバリ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 ってうっさうっさうっさってやつよくやるじゃん。あれも古典的なクラシックな教科書通りのコメント稼ぎだね、うん、で七原くんが引退したのは彼がプロだから、要はこの芸風、キャラクターが死んだからだね、簡単に言うと。自分が育ててて、自分が作り込んできたキャラクターっていうのが死んだから、このキャラクター以外だと受けないっていう判断をした。だから新しいキャラクターができたらまた帰ってくると思うよ。要はアスペで仕事をクビになってわめいて、全然稼げなくて全然モテなくてっていうキャラクターが死んじゃったから、裏ではお金稼いでて、女も彼女もいてって全部めくれたから、キャラが死んだから、まあ正しい判断だよね、かそるって判断でしょ、うん、そうそう、鼓膜返せゲーとかね、
お典型的なプロリス上がりの配信者だね。要はもう、要はね、もう簡単に言うと暗黒放送、待ってね、あのね、七原くんっていう配信者が何をやってたのかっていうのはすごくシンプルで、横山みどりに求めてたことを全部やってんの。要は暗黒放送のルール通りにみどりさんが本来こういう風にやってたらあなたはこうなったんですよ、これくらいのことをやってくださいよっていうことを七原くんがやってたの。だから俺予想なんだけど、七原くん多分ガッチガチの暗黒リスナーだったはず。で、みどりさんがルールを破っていってっていうのが気に入らなくて、いや、みどりさんこういうことでしょって言って、暗黒リスナーを引っ張っていったっていうか、味方につけていったっていうキャラクターだと思ってる。だからみどりさんに対する愛情とか、要はみどりさんに対する当てつけだよね、あれは。リスナー自身もそうだし。みどりさんにああいう風にいてほしかったっていう架空のキャラクターなんだよ。だけど本人はみどりさんと同じことやってたっていうね。裏でオフパコやって、裏で小遣いもらって、みどりさんと何ら変わらなかったっていうね。結局取り込まれたんだよ。結局だからみどりさんと同じだったっていうね、末路。まあまあまあ、まあ今はさ、これ言ってもそうだねって言ってもらえるけど、七原くんが人気絶頂の頃からこれ言っててもそんなわけない、七原くんは本当はピュアなんだって擁護されてたからね。今擁護されないもんね。もうめくれちゃって引退したから。七原くんが現役の頃同じこと言ってたけど、バリバリの頃、やっぱその時七原信者が、七原くんはお前とは違うんだ、七原くんは本当に稼げない子なんだって言ってたもん、リスナー何人も。だから今誰も擁護しないもんね。むしろこんなことやってた、こんなことやってたっつって。だからあれに騙されるんだろうな、多分。そう。だから、なんだろう、暗黒リスナーが求めてた配信者だよね。そう。要は、ドレさんが言うところのルサンチマン。要は、俺は女にモテない。俺は稼げない。で、何か病気を持ってるって、七原くんに共感してたのよ。俺よりもすごいやつがいて、俺らのヒーローみたいな、神格化していってたから、そんなわけないじゃん。だって閲覧ね、あんだけのフォロワーがいて、女の子もよりどりみどりなわけよ。で、あんだけ人気者になったら日本中から DM とか LINE とかが届くのは知ってるから、体感で。俺みたいな過疎生主でも届くんだよ。で、七原くんの計算だったら毎日100件以上 DM 来んだよ、女の子から。で、その中に可愛い子もいるよ。手出さないはずがないんだよ、どう考えても。で、俺七原くんの放送見てない時も予言してたんだけど、あの芸風のスタイルは2時間でスパッて切るでしょって。で、3日ぐらい置くでしょって。毎日ダラダラやらないっていうのはプロ意識なんだよ。なんでかっていうと、キャラクターが腐るから。キャラが腐らないで、早く見たい早く見たいって思わせて、2時間きっかりバッてやって、バッて盛り上げて、バッて逃げるの。そう、あれはもうプロ意識なんだよ、完全な。俺みたいにダラ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 やるから、配信好きなやつは。野田とか俺とかみたいにダラ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 やんの、よっさんとかことかとか、配信好きなやつの典型例なんだよ。もうダラ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 、何でもかんでも面白くない時も垂れ流しちゃうの。そう、いや、プロ意識でしょ。面白いところをハイライトだけを見せるっていう、ネタもしっかり仕込む、今日のネタはこれみたいな、落語家みたいなさ、
だ ADHD ゲーっていうのかな、過剰に演出するよね。まあ面白かったけどね、面白かったけど、七原リスナーの見方とは違った面白さだった。俺は七原くんすげー、え配信終わったんだけど、なんで、あー、コンティニューコインなかったじゃんコンティニューコインなかったんだコンティニューコイン切れだ、マジか。コンティニューコインないと配信プツって切れるんだ、びっくりしたよ。七原くんのことを話すと放送終わるのかと思って焦ったわ。コンティニューコイン切れるとこんな感じで終わるんだちょっと悲しいな。なるほどね、うん、いやー、なんかふわっちのノリと違うんだね。コンティニューコインが切れると自動でパツって切れるんだね。あー、なるほど、ツイキャスの欠点だなこれは、うん、キャスもやってる同時配信、うん、いや今パツって放送が終わりましたってなったからびっくりしたよ、うん、なんでとか思ってなんで終わるのと思ったら、うん、なるほどね、コンティニューコイン小突きにならないといけないんだね。ツイキャス始めたよ、ツイキャス始めたよ、ツイキャス始めるしかなかったんだよ。おお、ココア様来てくれたの、初見さんいらっしゃい、ゆっくりしてってね、サポーター登録、通知登録、ツイッターのフォロー3点セットよろしくね、うん、ツイキャスの画像の方が綺麗なんだ。ココア様元気、うん、忘年会でねちょっとしか絡めなかったけど、俺はねふわっちは今年がピークだったなっていうのが俺の読み、うん、いや新鮮やなっつって、いやーふわっちどっぷりだからちょっと悔しいよ俺は。まあでもキャスはキャスで面白いかな、結構楽しめてるかな、うん、それうざい、うん、だってそう言わないとダメらしいよツイキャスでは。ツイキャスではあの、あでもねツイキャスではあの小手半読み上げないんだって、お茶ありがとうでいいんだって、誰々さんお茶ありがとうって言わなくていいよって言われたもん昨日。もうさ花火ありがとうっていう時にはさ誰々さん匿名さん誰何々ありがとうって癖ついてるから、でも逆にうざいらしいよツイキャスからすると。むしろお茶もスルーしていいよって言われたもん、こっちが勝手に投げてるだけだからさって。でもさ花火を投げてる人に言わなきゃみたいなプレッシャーあるじゃん、移動する勇気がまだない。まあまあいいんじゃない、自分の合ってるサイトで、まあショールームとかさセブンティーンとかも17とかもあるし、 YouTube ライブもあればふわっちもあればツイキャスもあればニコ生もあるから、俺はもうやらないとまずいなって思ったけどね。俺はもうあのふわっちで稼げなくなっちゃったから、新たな稼げるところを探さないとダメだなって思ってる、うん、そうそうスルーでいいって言われた。そうあのね、じゃあふわっちのリスナーさんさ、ツイキャスのいいところ言っていい？ツイキャスのいいところ、俺やってみてびっくりしたことがあるんだけど、あのふわっちのリスナー、俺ふわっちどっぷりだったじゃん、あのふわっちのリスナーが気づいてないツイキャスのいいところ言っていいですか？あのねこれすごいと思ったのが、無料アイテムか有料アイテムかわからないのツイキャスって、要はお茶しかないの。ふわっちは露骨に無料アイテムと有料アイテム分かれてるじゃん、花火パフェとか値段も分かれてるから格差が生まれるから投げづらくなってくじゃん。ツイキャスはお茶しかないので、お茶100個だろうが10個だろうが1個だろうが無料か有料か分からないの、バレないの。お茶お金になるんだけど分からないの、その人が無料分を使って投げてるのか有料で投げてるのか分かんないの。だからこっちからすると気が楽なんだよ。スタンプとか拍手も有料か無料か分からないの。
要はコンティニューコインとかお金でコンティニューコイン払う、わかるよ。え、俺わかんないけど、ファブキチさんわかんないよ。あれでしょ、それはお茶爆50とかお茶爆100の話でしょ。わかんないよ。お茶爆50とお茶爆100はわかるよ。だけどさっき言われて気づいたんだもん、私有料で投げてるよって。有料と無料って分けられてないよ。でしょ。だから明らかな高額アイテムはわかるんだよ。お茶爆50とお茶500円1000円はわかるんだけど、それ以外はわかんない仕組みな、うん、そうそう、お茶ありがとう、うん、あ、わかる、それはわかってるよ。お茶爆50とお茶爆100は有料だっていうのわかってるよ、うん、それはわかってる。え、配信者に還元されるのお茶爆の100と50だけなの。あ、そうなんだ。それ以外はお金入らないんだ俺に。あ、頻繁に投げてる人はおそらく有料。あ、わかるんだ。わかるの？わかるの？うん。あ、もうやる気なくなった。あ、もうなんかイライラする。あ、イライラするなんか。あ、そうなんだ。え、でも有料でお茶爆10を買うこともできるんでしょ？だって俺昨日ふわっち始めたんだもん。あ、違う、昨日ツイキャス始めたんだもん。わかんないよ、そんなの。そんなわかんないよ。しょうがないじゃん。ムチとか言うのやめてよ。ムチとか。フレッシュって言って、フレッシュ。フレッシュって言って。どうせ途中でやめるんだからとかやめて。やめて。やめて。芸能界スポンサーは大企業で数百億とかだから、無料で見てくれる視聴者がいないとスポンサー辞めるからね。だってテレビとかのレベルって視聴率とかって桁違いじゃん。数十万人とか数百万人とか相手にしてるんだもん。そんな俺らって、だって言っても1000人台でしょ。1万人とかでしょ。まあ俺なんか100人とかだから、広告な効果なんかつくわけねえんだから。うん、何のためにお茶爆で太鼓叩いたり。だから、あれでしょ？お茶爆100って1000円で買うから700円入るんだよ。だから、まあ700円ありがとうの太鼓でしょ。わかんないけど、そういうことでしょ。いやー、俺も、俺がツイキャスやるってよっぽどだと思うよ。もう、俺自分でちょっと嫌だもん。それくらい切羽詰まってると思って、うん、それくらい切羽詰まってると思ってください。あの、俺がやってるっていうのはよっぽどだよ。で、俺の予想を来年し、あのふわっちにしがみついて、ダメになる配信者ナンバーワンの可能性、ドレさんとウナだと思ってるの。でもウナは意外とスパッと移動するからいいかもしれないけど、俺ドレさんはマジで電話しようかなと思ってるもん。なんか他のやった方がいいよって。マジでふわっちやばいと思うよ。ちょっとトイレ行ってきますね。ちょっとツイキャスのメリットについてもう一つ語らせてください。ツイキャスのメリットについて
ちょっともう一つ語りたいと思うんだけど、みんな気づいてないけど、ツイキャス始めて劇的に変わったことがあるんですよ、僕の放送。それ何かっていうと、キツネ枠やめてくださいが書かれなくなったの。キツネ枠で閲覧200とか100とか言ってる時に必ず現れてた、和道さんキツネ枠やめよ、キツネ枠やだ、私キツネ枠やるんだったら花火投げないって必ず現れてたでしょ。必ずキツネ枠私やなんですっちゅういたじゃん。あれが消えた、つまりツイキャスを開いてるとツイキャスに移動したら小手半がつくから、そう、喫煙枠で今日書かれてないもんね、こんだけ時間やってんのに。ツイキャスもうあれですよ、あの100時間突破しました、昨日の時点でレベル19です今。だからもうあの書類出すだけですね。野田とか金映さんはまあまあやっぱ大手っていうか、いいタイミングでじゃなくてタイミングを作るんだよ。あの金映さんとか野田が移動するっていうことがもはや事件だから、あれくらい大手になると彼自身がタイミングだから。あ、だから俺常に狐枠でやろうと思ってるよ。どう？だからふわっちの人からするとツイキャスやることによって良かったことっていっぱいあるんだよ。俺だから最近っていうかもう俺今後ふわっちは狐枠オンリーでやろうと思ってるよ。これいいでしょ？ふわっちの狐好きリスナーからするとマジかよ嬉しいって思わない？嬉しくない？ちょっとグッドニュースでしょ。よくないですか？嬉しくない？ずっと狐枠、って俺は思ってるね。だからまあふわっち狐小手半はまあツイキャスでいいかなとか思って、で別に両方とも俺コメントさばけるから、そう狐と両使いで、いいよね。だからそれでいいよ、それで行こうよ今後は。ありがとうございます196号さん。俺もそう思う。正直ふわっちをやるんだったらキツネ枠の方がいいと思ってた。今後ね、今後ふわっちをやってくんだったらキツネ枠の方が絶対合ってるとは思ってたから、俺はキツネの和道で行こうかな。コンティニーコインありがとう。今はゲーム配信が伸びてきてるけど、ふわっちに言う著名なゲーム配信者がいないの？あのね、年齢層が高いから。要はね、ふわっちを見てる人って30代40代の人が多いから、あのゲームやらないんだよ、おっさんだから。この試み新しい。ありがとうございます。ベンジョさんお茶ありがとう。私もツイキャスにしてシフトしていくのか、ワドツ。そうっすね。あの正直言うとふわっちで食いっぱぐれてるんで、であのワンタロウとベンジョさんにやたらツイキャスどうなんですかって聞いてたじゃないですか。でやらないとまずいなっていう感じですね。やらないとあのまずいなっていう、っていうのも結構あの歌うま選手権行ってよかったなと思ってたのが、あのびっくりしたこといっぱいあるんですよ。なんか配信会が変わりすぎてると思ってて、なんかニコ生のノリでやってたなと思って、メインストリームの客層が変わってるっていうことに気づいてなかったんですよ。だからふわっちもリスナー層が変わってきてたし、今後あのツイキャスもやっていかないと多分生き残れないなっていう、だから来年の布石ですね。来年の布石です。コンティニューコインありがとう。鮫島さんはどこでも生き残れると思うよ。鮫島さんは別にだってニコ生だろうが FC2 だろうがツイキャスだろうがふわっちだろうがどこでも固定客いるからね。ドレさんは狐に耐えられなくて、あのね、ふわっち、あのふわっちとツイキャスの人はね、あのコメントあったかいコメントになりすぎてて、あのニコ生系の人の方がニコ生のリスナーをやってた人、もしくはニコ生で配信者をやってた人じゃないと狐枠耐えらんないと思う。要は狐枠の通常コメントっていうのかな、要は匿名のきついコメントがアンチコメントに見えるんだと思うよ。要はね、あの甘いんだよ、ぬるい環境でやってたから。俺からすると別に荒れてるように見えないの、狐枠が。ただなんか、なんつうの、やりたいようにやってる。おお、久しぶり、おはよう。
そう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 。だから俺はね、別に平気なんだけど、やっぱツイキャスとか、囲いコメントに慣れてる人とかは、キツネ枠がアンチコメントに見えるらしいね。うん。ランさんニコ生だからできると思うけどね。裁けると思うけどね。うん、まあ、時代の変化っすね。正直、ふわっち俺大好きだし、ふわっちの運営さんもっと頑張ってほしかったけど、ツイキャスの仕組み調べてみたらえぐいなとか思って、俺キートスだけだと思ってたんすよ。要はクラウドファンディング始めただけでしょうで情報止まってたけど、昨日ワンタロウに、え、投げ銭ありますよ。え、ビットコイン対応してますよ。え、物販もできますよ。で、一番衝撃的だったのが、え、僕、ふわっちの稼ぎの倍以上、ツイキャスで今稼いでますよって言われて、えとか思って。で、閲覧も桁違いに多いんでって言われて、あ、やらないと取り残されると思った。そうそう、お茶爆アイテムがあるんだよね。だ知らなかったから、俺、キートスが始まるとか、そういう、なんつうの、すっげえさ、古い情報で取り残されてたから、クラウドファンディングなんかうまくいかねえよの時代で止まってたから、あ、もう完全に取り残されてるとか思って。だから、金梅さんとか野田総理とかが移動した時にもっと勉強しときゃよかったなって思ったもん。ちょっとまずいよね。うん、ちょっとまずい。ちゃんと、やっぱりいろんなところに情報収集しとかないと。うん、ねえ、キャスすごいか、いや、配信者失格だよね。だから、ここ半年間なんでこんなふわっちダメなんだろうとか、言われてみたら、キャスやりなよとか、キャスやろうよって言ってくれてる人いっぱいいたから、そのリスナーさんなんかキャスなんかやらねえよって突っぱねたの申し訳ないなと思って。結構だからあれ本気で親身になってアドバイスしてくれてたんだと思って、今考えると。キャスやったら投げてあげるからキャス行こうよって言ってくれてた人いっぱいいたの、ここ2、3ヶ月。ああ、あれ本気で俺のこと心配して言ってくれてたんだと思って。ちょっと悪いことしたなと思って反省してるかな。うん。ただ謝らないけどね。謝らないけど反省はしてるよ。申し訳ないことしたなって。ただごめんなさいは絶対言わないけど。絶対。結構心配してくれて、キャスやった方がいいよって言ってくれてる人はいた。うん。それがね、ちょっとかわいそうなことしたなと思って。だから、まあまあ、やっぱり情報収集とかも、まだまだだな。うん、まだまだだわ、本当に。いやー、ちょっとね、やっぱりね、よく思ってくれてた人をつっけんどうにしちゃったのは、やっぱ悪いことしたよね。まあでも、まあ俺、ふわっちも好きだし、別にふわっちやめようとかは思ってないから、ふわっちはふわっちで大切なリスナーもいるし、あ、コンティニーコインありがとうございます。あ、169号さんも言ってたんだ。そっかそっか。いや、悪かったよ、本当に。石川紀之に喧嘩売ろうぜ。いや、別に喧嘩売らないけど。あー、なるほどね。はい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 。キャスでアンチ湧いたら本物だな。いやー。どうだろうね。しかも、配信者からお礼メッセージもらえるし、出勤しがいがある。なんかすごいらしいよね、仕組みが。あと、やっぱりその、課金か無課金かわからない投げ方ができたりとか、あと、花火を本当に誰だかわかんない投げ方ができるとか、なんか物販とかもできるらしくて、なんか、キャスの上めちゃめちゃ力入れてんなとか思ったね。まあまあ、まあまあ、やって、まあ、いろいろ。ありがとうございます。お疲れ様です。金梅さんの直感力はすごいよね、やっぱ。金梅さんの直感力はすごい。あと、見切りがいいよね。毎回そうだけど、ニコ生の時もそうだったけど、あんだけフォロワーがいたのに、スパッとやめるじゃん。未練なく。まあ、新しいところでやるって決めたら、スパッてやめるから。それがすごいね。それがすごい。キャスのキートスでのんちゃんと旅行行けば。あ、いいかもね。そういうこともできるんだ。旅行配信やるから、クラウドファンディングよろしくお願いします、みたいな。一応ね、キートスは300時間の
あれがないとできないから、今100時間昨日クリアしたから、あと2日ぐらいかかるかな、このペースで言ったら。あさってから多分キートスできると思う。うん、あ、そう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 、俺はね貯金とかがないからね、そうなんだよね。うん、延長します。うん、なんで1日、昨日最大閲覧数が同時閲覧30人だったの。30人が1時間見たら30人分の1時間で100人っていう計算なの。175さ。だから100人が1時間見たらそれでクリアなの。要は同時視聴閲覧っていうのかな。100人が1時間見たら100時間っていう計算なの。で、キートスは300時間なんだけど、要は1人しか見てないかったら1人が300時間見なきゃいけない。そういう、そう、閲覧数のクリアなの。昨日6時間放送やったんだけど、6時間放送やってて、視聴数がちょうど101時間だったね。そうそうそう、閲覧数がかけられるの。だから、閲覧数増やそうって頑張るんだって。うん。マジックポイントはね、今なんだろう。俺のマジックポイントは1915。星が3つついてるね。1915だって。まあよくなんかマジックポイントが何なのかよく分かってないんだけど、俺自身は。ミズニアンのキートスしてる理由は生きる。それってダメじゃない？クラウドファンディングいいの？生きる、生きるのでお金くださいって言ってんの。まあまあまあ、リスナーがいいって言ってんならいいんだろうけど。それは別にお茶爆でもらえばいいんじゃないかな。よく分かんねえな。なんかどこまでが OK でどこまでがダメかよく分かんないですね。お茶ありがとうございます、うん、いや俺はフワッチンは見切りつけない。正直今の運営に対してはちょっとフワッチンの運営さんちょっと頼むよって思ってるけど、基本的には俺フワッチンの運営さん嫌いじゃないから、好きだから。でもこのままだったら移動するよっていう姿勢は見せないとなと思ってるね。ただもう本当にダメになったらやめるよ、うん、やる意味がないっていう風になったらやめる。うん、コンティニューコインありがとう。キャスもやってるよ今。っていうかずっとやってるよ。昨日から、うん。コンティニューコインありがとう。あ、どっちでも。どっちでも。MP が高いとおすすめに乗りやすくなる。はい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 。星3つついてれば OK。なるほどなるほど。おすすめに乗るか乗らないかの指標なんですね。はあ、閲覧数。マジックポイント、コメントの数。あ、じゃあコメントの数が少ないから乗らないんだ、多分。あ、コンティニーコインありがとうございます。おすすめにいないんじゃないかな。うん。多分、うちわの人間ばっかりだから。ただね、ココア様と、今、便所太郎さんがアドバイスくれてる。うん。まあ、でもね、なんだろう、来年の捨て頃があるから、今のうちなんか、こう、キャスね、キャスのイベントだからキャスでちょっとレベル50は無理かもしれないけど、捨て頃までにまあそこそこのレベルになったら嬉しいなとか思って、うん、ああなるほどなるほど、あ、なるほど、ありがとうございます。まあ、さすがツイキャス出身者でツイキャスの大手だからな、便所さんはもうホームだもんね、完全に。まあどうなるかわかんないけど、ちょっと自分の身体っていうのかな、今後の配信者としての生き方考えないとなっていう感じで。まあ歌うま選手権ですね、きっかけは。やっぱりそのニコ生のノリでいつまでもやってたらダメだなっていう、あぐらかいてるっていうかさ、ニコ生でそこそこ行ったんだ俺はってやってても誰も評価してくんないし、うん、新しいことにトライしようっていう、まあ来年への布石っすね、うん、いやっていうかね、同時にやろうと思ってて、俺は今考えてるのはだよ、外配信は携帯だからどっちか選ばないといけないけど、ふわっちをツイキャスでやって、コテハンの人は、あ、じゃあコテハンの人はツイキャスじゃん。で、匿名がいいっていうニコ生系とか、
匿名勢はキャスでやったら、まあうまくいくのかなとか思って。で、お互いバランスよく検索すれば。ツイッターから飛べますね、僕の。僕のツイッターから飛べます。お前の武器は大手とのパイプがあるんだから、それを利用すればすぐレベル上がるよ。いや、あんまりね、俺実はね、始めますって、便所太郎さんにも相談しなかったんだよ。で、なんでかっていうと、ぶっちゃけた話、ヒカルくんも、便所さんも、なんならセブンさんとかも、力貸してくださいとか、カズ軍曹とかも絶対貸してくれんの。優しいから。だから、解放に言ってることがこれなんだよ。要は自分の利益のために先輩配信者を使うっていうこと俺やったことないよって言ってたのこれなの。要は自分がツイキャスでレベル上げるためにその本当に好きな人とか仲間とかを頼りたくないのよ。そうじゃなくて自分がちゃんと自分の力で閲覧を増やさないとある程度実力がつかないと、その、なんていうの、相手に恩を返せないんだよ。この人と絡むとメリットがあるっていうことをしないと、なんつうんだろうな。ずっとその閲覧泥棒みたいなことをしてる配信者、かっこ悪いと思ってて。それニコ生の時にもいたし、ふわっちでもいるし、やっぱりね、一発屋で終わるんだよね。そういう、過疎生主特有の。クリスマスプレゼントの風船ありがとう。お茶爆ありがとうございます。うん、2月にカンボジアについていけ。和道くらい有名ならどこ行っても同じなんじゃない？いや、わかんないよ。それは、ダメになった配信者もいっぱいいるし、他のサイトに移動して。まあ、ね、誰とは言わないけど、いつダメになるかわかんない世界だよ、配信は。閲覧泥棒してる配信者って誰だよ。いや、だから解放がこの前、小島グランプリとかにリスワン取りたいからコラボに上がれとか言ってたじゃん。解放でしょ。ツイキャスとかもやってるの。うん。まあ、でもいいよ、別に。宣伝するつもりないから、俺は。なんか、来てくれた人を大事にするよ。だって、見てくれたらどこでもいいじゃん。見やすいところで見ればいいから。好きなところで見てっていう。楽しいところで見てっていう、そういう感じ。まあまあ配信者、いろんな人がいるからね。趣味でやってる人もいればね、過疎でもいいっていう人もいる。解放も波紋にしたよ。解放はもう波紋。俺の弟子ではないね。コメントが分散されちゃうと見てる方は困惑する？いや、いいでしょ、別に。大丈夫だよ。解放、もう俺の弟子名乗るなって言った。2時間っていうか今日、朝3時間やって3時間だ。今6時間だよ。放送6時間でも別に喋れるよ。いくらでも喋れるよ。だって俺本当にニコ生の時なんか20時間喋ってたりとか全然あったよ。最高多分ね、ぶっ続けでやった配信36時間雑談やったことあるよ。これくらいのペースだったら全然いける。全然いける。余裕余裕。余裕、余裕。そこはまあ長くやってきたし、まあ病気なんだろうな、多分な。いや、病気なんでしょ。ドレさんと一緒だよ。ドレさんなんかもっとすごいよ。俺コメントないときついなって思うけど、ドレさんコメントないんだよ。俺びっくりするのが、3時間ずっと喋ってて、3時間目のドレさんポチってやったら、いやー、だからよ、な、ルサンチマンだろ、とか、認知的不協和が、アドラーの心理学によるとってずーっと喋ってるんだけど、ドレさんおはようっていうコメントが残ってるんだよ。3時間ずっとノンストップで喋ってて、
画面の中にドレさんおはようが残ってるんだよ。すげえとか思って。すごくない？俺ね、もう天才だと思うもん。いや、マジだよ。マジだよ、全然。全然やる、あるよね。え、ドレさんの放送見たらそんなのザラだよね。1時間とか2時間とかだったら、ドレさん、おはようとか全然あるよ。すごいよ、本当に。うん。やばい。いや、だからコメントなくても喋れるんだよ。で、ドレさんに聞いたら、なんかドレさんって実は、配信長いんだよ。仮想配信者、ん？浅井さんかな？あ、違うか。仮想配信者自体がすごい長いから、コメントがないのが当たり前って感覚なんだって。いや、だから、あれは強みだよね。コメントがなくて当たり前っていう。だから、ポッドキャストみたいな感覚でやってるんだろうね。ポッドキャスト。なんか、その、なん、本当にラジオの感覚でやってるんだと思うよ。うん。まあ、あれは一つの武器だなっていう。うん。クラッカーありがとうございます。ガバチャで撃つは吹っ飛びますか？あ、パトラッシュさん。パトラッシュさんね。俺は基本的にコメントがなかったら黙るから。まあ、通常枠とかでふわっちとかでコメントなかったら俺ずっとネットサーフィンこうやってやってるだけだもん。こうやってカチカチってやって。ツイッターとか見たり、ネットニュース見たりとか、YouTube 見ながらこうやって暇つぶしてるだけだから、基本的には俺は、なんだろう、コメントありきでやってるかな。なんか昔はドレさんみたいに喋ってたんだけど、なんか別に、なんかコトカの配信見て思って、あ、垂れ流してるだけでもいいんだとか思って。それはコトカの放送から学んだ。あのね、コメント書き、つき始めたのは実は2枠目。今でも覚えてるんだけど、蒼白？蒼白か。っていうリスナーがいたんだけど、一枠ずーっと30分喋り続けてコメントゼロだったの。総閲覧はね、8だったかな。8人で入りしてコメントゼロで、で、次枠10分ぐらいしたら、もしよかったら私、本当はロム線なんだけど、私、見てるの長いから、放送のことを教えてあげようかっていうリスナーさんが初コメだった。すごい頑張ってるね。あなた伸びると思うって言って。そう。なんか初めてでしょ、本当に。つって。何にもわかんないって言って。で、そっから、なんか助けてくれるリスナーが増えて。うん。だから、うん。2枠目からはコメントもうついてて。で、3ヶ月後にはもうコミュレベ20人とか、フォロワー1000人とか言ってて。うん。だから、なんだろう。過疎っていう経験がないんだよね。うん。過疎の経験がほとんどない。ドカソね。ドカソの経験がほとんどない。あ、大手にはなれなかったのは、あれだろうな。だから中堅までは早かったんだけど、その、閲覧100とか、ふわっち言うところの100とか、ニコ生で言うところのレベル50とかまではすぐ行ったんだけど、コンティニーコインありがとう。過疎期なかったね。うん、歌舞伎町配信者っていうか、歌舞伎町でほらバーやってたからでしょ。うん、いや、ドレさんの面白いところってたまにさ、エアコメントに切れてる時あるじゃん。アンチコメントが切れて切れるのがほとんどなんだけど、ごくたまになんだけど、誰もコメント書いてないのに切れ出す時があるの。あれが最高に好き。なんか自分で喋って、だから仮想のアンチコメントが来ちゃって、俺ほんとあれ、俺がブロックしたリスナーかなって不安になって、あれ俺見えてない、何切れてんだこの人ってなって、ログアウトして、要は あのブロックしてない、してるリスナーもコメント見える状態にしても、あれ何も書かれてないぞって、あれこの人誰に切れてんだ、お前はよなあ、お前はよとか言って、俺がよ、顔が良くてよとか言って切れてんの。何に切れてんだろう、怖い怖い怖いとか思って。あれめっちゃ面白いよね。怖いよ怖いよって。俺の方が頭が良くてよなあとか言って。うん。いや、完全に統合失調症なんだよね。バグってるの。そう。
上の方を見やがらね。うん。やっと来れたわ。ああ、ありがとうございます。お茶ありがとう。楽しんでってください。ずっとニートだと思ってた。ああ、いや、別にニートみたいなもんで遊んでるだけだから。いや、まあ、面白いよな。パトラスさんがリスナーにアンチに切れろって命令してるのは引いた。あ、今そんな感じなんだ。なんかパトさんやりづらそうだよね。なんか昔のパトさんの雰囲気があったかくて好きだったけど、今はなんかアンチがついちゃって、なんか大手に、大手っぽいのを求められてるっていうか、でもなんだろう。俺パトさんが成功するとしたらニコ生の Q ちゃん牧師のスタイルで、アンチコメントがいくら流れても無視し続けて、こなちゃわよ聞くんだよってずっとやったら俺大手になれると思うの。もう死ねとかカスとか嘘つきとか薬事法違反とか書かれながらも、いや、うつは治るからってずっとやってたら、絶対ぶっぱねていくと思ったけど、意外と、こんなんなってるからね。わかる？すげえ、パトさん最近な。わかる？で、すげえダメージ負ってると思って。もうパトさん好きなんだよ。いや、パトさんやっぱ伸びるだろうなと思ってるけど、もう、なんか、もうグラッグ、もう、グラッグラになってるから、もう。そう。そうそうそう。あー、まあ、減らるよなーっていう。そうそうそう。俺最近見てるよ、ドルさんの放送。ディスられなくなったから。パトさんが35なわけねえだろ。誰がどう見ても35じゃないわ。いや、パトさん面白いんだけどね。でも、俺はパトさんの放送が何が面白いかっていうと、パトさんのめちゃくちゃな話を本当だと思ってるリスナーが100人以上いるっていうところが面白いと思うの。粉茶でうつが治るってめちゃくちゃなこと言ってるんだよ。普通に小学校、中学校出てる、高校出てる、大学出てるって人でしょ。その人が粉茶でうつは治るっていう話を本当だって言ってるんだよ。っていうのが100人以上いるっていうのが俺はネットの闇だと思ってて、あれは結構まずいなと思ってるよ。なんかそのパトさんが悪いとかいいとかいう話じゃなくて、それを本気で真に受けちゃう人がこんなにいるんだっていうのはちょっと本当にやばいなって思ってる。そう。そう。そう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 。その、まあなんかあのね、そう、プラセボが発動、まあプラセボはあるんだけど、例えばね、俺パトさんがこれまずいなと思ったのがね、あの本当にある話なんだけど、アメリカの学校の授業でリンゴを机の上に置いて、クラス中の生徒に、子供たちにバカ野郎とか死ねとかずっと言ってっつって、でバカ野郎とか死ねとかファークとかずっと言い続けんので、もう一個のリンゴを出すの、別のリンゴを出して、こっち側にはありがとうとか感謝してますとか大好きだよって言ってって、あったかいこと言ってって言わせたの、小学生に。で、その後に、リンゴを切ったの、二つの。で、悪い言葉を、方のリンゴは腐ってたの。半分に割ったら。ね。で、もう一つのリンゴは、綺麗なリンゴだったの。ね。言葉は大事でしょっていうのは、本当にアメリカでやった授業なの。っていうことをパトさんは言ったのよ、放送で。で、これは実際にアメリカで、やった有名な授業なの。だから綺麗な言葉使わないとダメなんだよってパトさんは言って、みんなはすごい本当なんだっていう、その水に対してありがとうとか植物に対してありがとうっていうのと一緒ね、水からの伝言っていう宗教なんだけど、でもあの話には続きがあって、先生はわざと道徳感を分からせるために腐らせたリンゴを用意してたっていうオチがあるの。だから、あれは、ありがとうとか、言葉を言うんじゃなくて、心の道徳の問題として、
先生は小学生にも嘘だっていうことを伝えてるの。これは先生実はわざと腐ったリンゴを用意したのっていうネタバラシをしてんのよ。でも分かりやすかったでしょって。でもパトさんはその話の本格になってるその最初から腐らせたリンゴを用意してたっていうのを抜いてるんだよ。で囲いの100人どもがやっぱりそうですよね、私のリンゴも腐ったんですみたいになってるからやばいよっていう。それ結構有名な授業なのよ。だから情報にバイアスがかかりすぎなんだって。でもそれって霊感商法と一緒だからそれはダメでしょうっていう。俺はだからそう千葉公記と同じジャンル、千葉公記のそのオカルトじみてる部分じゃなくてスピリチュアルに近い。俺はだから江原博之に見えちゃうの。だから心が優しくてそう綺麗な言葉を使うのはいいことだよ。だけど嘘はついたらダメでしょっていう、嘘はついたらダメでしょっていう、俺はそう思うよ。うん、それスピリチュアリズムが言ってることと一緒だから。いや、スピってるババアいっぱいいたじゃん。スピってるババアオーラが見える、あなた赤色ねとか、喫茶店に入って初めましてでさ、あなたのオーラ赤いわねっていうババアいっぱいいたでしょ。あれと一緒なんだっていなかった、近所に親戚とかにいなかった、あなたのオーラ赤とか急に何の脈絡もなく言い出すおばちゃんいたでしょ、親戚とかに、職場とかに、うん、前世がつってお前俺の前世知ってる、俺の前世ね、お前ら占い行くと前世あなたは貴族よとか画家よとかいいこと言われるでしょ。俺の前世消しゴムだから俺の前世消しゴム、消しゴムだってさ、日本人でさね、前世って何世代か前にたどったらさ 99% 農耕民族だったんだよ。あなた百姓だったわって言われるはずなんだよ、高確率で。でしょ、占いに行ってなんで貴族とかさ将軍とか画家とかばっかりなの、おかしいでしょ、 99% 農民だろ。うん、俺の前世消しゴムだよ、消しゴム。うん、いや思わない、だって 99% 農民だったんだから。あ、百姓でクワ持ってなんか熊に襲われて死んだとか本当のこと教えてやれよ。俺江原の大嫌いなんだよ、ああいうところ、うん、ねえ農民だよね、うん、あ、斉藤ひとりさんね、うん、おはようございます、うん、腹儲けたでしょ、うんうん、俺だってあれだもんね、中学生の時性欲やばくなるじゃん。中学生の性欲ってやばいんだよ。これ女の人わかんないかもしれないけど、俺本当にやばいなと思った時、中学2年生の時に分度器で勃起したことあるの学校の先生が使う、こうやってガッてやってさ、こう丸い扇形のさ、分度器あるじゃん。こうチョークで書くやつ。なんか知んないけど、あれ先生がこうやって分度器で数学の授業、こうやって線引いてる時に俺勃起した時に、あ、俺病気だなって思ったもん。やばいわと思って。何見ても勃起してたからね。うん。美輪さんは本物だけど、江原はダメだ。うん。まあまあ日本人に生まれる可能性も低いだろうし、まあ日本人に生まれなかったとしても人類のほとんどが農耕民族の農民だったでしょ。生産してる奴隷がいないといい職業なんかつけないんだから、うん、いやなんだそれだよね、俺もわかんないけど。でまあまあ今ではね、分度器見て勃起しなくなったから、なんか思春期のなんか過ちかなんかだったんだろうけど、うん、三輪さんまで行くと俺本物だと思うよ。三輪明宏まで行くと本物だと思う。うん。なんでかっていう、芸事ができるから、三輪さんは。表現力がすごいから。あのね、三輪明宏の、レコーディングの、動画見た方がいいよ。もう本当に凄すぎて、犬の役やったじゃん。あの役の凄すぎて、あんのうるさい宮崎駿が黙ったからね。すごすぎて、もうこんなにニヤニヤなの。はぁ、つって。
本物。宮明は本物。もうぶっ飛んでていいの、あの人は。レコーディングの、ほら、黙れ小僧とか言ってる。あれどうとか言う、あーってやるじゃん。本当に愚かなとか言って。それを見てる宮崎駿が、すげえってなってるの。モロ一族ね、モロ一族。テレビ大好きだったね。テレビ大好きだった。今はもってもう7年ぐらいテレビ見てないけど、もともとテレビっ子だね俺は。オダムド今変なスピリ系のやつにすがってるんだ。まあ人って弱いよな。いや人って本当に弱いなって思う。人って弱いよ。でもそのなんだろうな、弱いけど本当のことから向き合わないとダメだなとは思うけどな。なんか本当のことから逃げちゃダメだよなっていう。ちょいと負けじゃない、よいと負けの歌だから。本物と違いの偽物なんかわかんないよ。全部偽物だし全部本物だと思うよ。なんか俺ね、ルイ・ヴィトンの偽物って言い方するじゃん。お前それ本物のヴィトンじゃないじゃんって言うけど、偽物のかもしれないけど財布としては本物じゃん。わかる？言ってる意味。いや偽ヴィトンとして本物だからっていう。だし俺そもそも本家のルイ・ヴィトンがなんか偽ブランドだと思ってるし、あんなクソみたいな革使ってさ。だからなんか本物と偽物見分けがつくじゃなくて、あなたが好きなの、あなたが嫌いなのっていう感じだと思う。あなたが好きなのかあなたが嫌いなのかっていう。ブランドでオカルトかもな。ブランドオカルトっていうよりも、ものだよね。ものがいいか。あ、レベル19になった。あ、ありがとう。すごい。ありがたいね。ありがとうみんな。レベル19になったみたいです。ありがとうございます。詩人か。お前は本当に変わったよな。もう5年近くお前のことを見てるけど、本当に変わった。あの頃はギラギラしててさ、和道ってブランド持ってた。もうね、君にはそのギラギラ感はないよ。今はなんていうか、心のないカタツムリ。もう一回読もうか。面白いから。リスナーさん、はい、リスナーさんからの投稿です。キツネ147号。お前は本当に変わったよな。もう5年近くお前のことを見てるけど、本当に変わった。あの頃はキラキラしててさ、和道ってブランドを持ってた。もうね、君にはそのギラギラ感はないよ。今は、なんていうか、心のないカタツムリ。ありがとうございます。カタツムリに心なんかねえよ、もともと。
コンティニューコイン、ありがとうございます。いや、わかんないけど、そういうコメントが流れたから、うん、それでも見るから5年間も見てるんだこいつ、うん、いや笑うでしょこんなの。延長します。なめくじ食って死んだやついたよね。あー、なんか外人でね、 YouTuber かなんかでしょ。バカだよな。いや、死んだっていうか、あれ死んだだけじゃなくて、食った直後毒で脳性麻痺になって、それで何年か生きて死んだんだよね。バカだよな、人生台無しにしてるよな。うん、うん、友達ふざけて食べてた。やっぱりね、食い物はやめた方がいいよ、本当に。食い物は気をつけた方がいいよ。うん、ネズミ男ってナメクジ食うんだ、知らんかったな。あ、そうなんだ。基本的な科学とかわからない人は増えてない。北海道のガス爆発とか、うん、いやいや、バカはいっぱいいる。なんかね、アメリカっぽくなってきたなっていう感じがして、アメリカになってきてる。なんかアメリカ人って、自分の国の首都がどこにあるのかわかんない人とか結構いるんだよ。だから、なんだろうな、うん、なんかその、相対的にアジア人って、あ、これ知ってた？アジアの人間って IQ って全体的に高いって知ってた？中国とか韓国とか日本って IQ 世界レベルで見ると、なんだっけな、100なんなんだよね。100ぴったりじゃないんだよ。世界的に見ると標準高いの、 IQ 頭いいんだよ。だけどね、ちょっとバカっぽくなってきたかなと思う。コンティニューコインありがとう。うん、いや、常盤貴子からの LINE じゃないよ。もっと、便所太郎っていう常盤貴子から LINE 来たら嬉しいよな。うん、常盤貴子すごい好き。なんか可愛いおばさんが好きなの。可愛いおばさんがすごい好きで、そう、常盤貴子すごい好きだわ。うん、なんだろう、なんで可愛いおばさんが好きなんだろう。若い女が好きじゃないの、なんなんだろうな、なんでなんだろう。うん、なんで年上ばっかり好きになるんだろうな。なんか、何なんだろうね。性癖なんだろうな。昔からそうなんだよね。だから、なんか歪んでるんだろうな、どっかな。じゃあ一旦ふわっちの方これで終わりにします。ありがとう、きつね枠。楽しかったよ。ちょっとね、いろいろみんなと話せてよかった。包容力っつうか、甘えたいんだろうね、多分女性に。楽だしね、話しててなんか俺の知らないこといっぱい知ってるから面白かったりするんだよね。で、若い子なんか、自分が知ってることを若い子に説明するのがあんまり好きじゃなくて、教えるとかあんま好きじゃなくて、学びたい人なの。いろいろ教えてもらいたい、知らないことを知りたいっていう人だから、あんまりね、なんかこう、なんつうんだろう、バカっぽいところを見るとなんかなえるんだよね。風船ありがとう。うん、いつでも帰ってこいよって。俺別にふわっちやめないからやめないから。175さん、なんで勝手に引退枠みたいになってんの。勝手に引退まで追い込もうとするのやめてくんない。俺別にふわっちやめるなんて全然言ってない。うん、ねえ、年上の女の人好きなんだよな。なんだろう、雰囲気だよね、雰囲気。ふわっちと LINE、WeChat などの違いはどこなのかな。あー、LINE ライブとか客層じゃないの、やっぱり。
あんまりシステムの機能とか、まあどこでも投げ銭やってるし、なんかよく言われてるのは、若い子が新しい文化を作って、若い子が楽しんでるところに、おっさんが入ってきて若い子がいなくなって、サイトがダメになるっていう。ミクシーも、アメブロも、YouTube も、2チャンネルも、最初は若い子が若い子だけで楽しんでるんだって。すげえ楽しい。Facebook もそうだよね。だけど、楽しい楽しいってやってると、説教臭いおじさんたちが、おいおいっつって、若い子に説教を始めるんだって。なんか、俺たちの若い頃はこうだった。お前たちはなってないみたいな。で、若い子からすると、うっざ、キモって思って、他のところに行ってっていうのを繰り返してるっていう。だから、おっさんとかがサイトに来ると、そのサイトの終わりの始まりって言われてるよね。いや、ミクシーの最初の頃、若い学生とかばっかりだったんだよ。だけど、若い子がガーって盛り上がってたりとか、若い子が新しい文化を作るんだけど、大体なんか、説教臭いおっさんが入ってきて、若い子がいなくなって、って。で、新しいところに引っ越すみたいな。なんかそういう感じらしいよ。それうざい。でもまあ、サイトによくある現象で、有名な現象だね、それは。あ、風船ありがとう。じゃあね、残り3分です。皆さんありがとうございました。もしよかったらね、面白いなとか思ったりね、放送お疲れ様とか、思った人は最後にね、アイテム投げていただけると嬉しいです。じゃあ、ふわっちの方一旦終わりにしたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございました。ぜひアイテムください。239号さん3時間やって花火一発ってクソリスナー終わってるね。常241号さんやんねえよ。常128号さんお疲れ様でした。常19号さん、とにかくアイテム投げる人を攻撃するのは愚かってことは、ワドさんには訴えていってほしいし、運営も対処してほしい。常135号さん、風船ありが。239号さん、ドラミちゃんの可愛さは異常。キツネ238号さん、の大。キツネ239号さん、ドラミちゃんは女神。70号さん引退詐欺しめ NG ワードにしてたか。キツネ238号さんの大工は。
つね36号さん配信切ったら、リスワン何位に上がるの？